はい、どうも、はい、まだか、間違えた。これ、始まってますか？はい、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 どうも皆さん、はい、こんにちは。ブラックホールでーす。イエーイ。日曜夜は、ね、日曜夜は、日曜夜は、本当だ、いきなりパワーポレーター。すいません、いつも、いつも、まあちょっとね、あの曜日が定まりませんが、だいたい8時頃からお送りしております、ブラックホールでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、はい、アラン・ムーアのですね、アラン・ムーアと、クトゥルフ神話大全クトゥルフ神話、はい、というですね、はい、ことでございまして、いつもまあね、あの最新映画のお話をわーわーキャーキャーやっておりますけれども、うん、今日は、最新漫画、はい、最新漫画、最新漫画、はい、ということでね、あのコミックグラフィックノベル界の、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、巨人、はい、鬼人、怪人、怪人、はい、いろんな呼び方があると思いますがアラン・ムーア本体のですね、はい、全て、そして、まあ、その最新刊ですね、ネオノミコン、はい、なんだろうこれはということで、まあ、その背景になっております、クトゥルフ神話の世界というのをちょっと我々でガンガン掘っていきたい、はい、で、ネオノミコンを、翻訳された柳下圭一郎さんですね、はい、高橋由紀さんと、こんにちは、私テラサホークが、いろいろ話をですね、はい、ガツガツ聞いていこうという、ね、はい、これはあの宣伝企画ということでですね、うん、これでまああのこれで話が盛り上がるとみんな買いたくなる、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 買いたくなるということでございますけれども、はい、というか、はい、うん、はい、最終目標はそういうことで、はい、はい、ありがとうございます、はい、皆さんのチャット欄でですね、コメントとか質問とかもね、はい、じゃんじゃんいただけると、はい、答え、僕の知る限りでは一応答えられることは答えます、はい、ということですね、はい、よろしくお願いします、はい、というところで、さあどっから参りましょうか、まずやはりこのまずあの、まあ、せっかくですね、うん、このネオノミコンの出た、はい、これが、先月今月ですかね、大丈夫ですか、はい、大丈夫です、ちょっと時空がね、はい、先月末じゃなかった、10月末ですか、そうそう、10月31日ですよ、あ、なるほど、はい、発売ということで、ハロウィンに発売だったんですね、そうです、あ、なるほど、一応そういうことで、はい、あの出ました、アラン・ムーアが書いた、はい、クトゥル神話ものと、はいはい、いうことで、まあ、ちょっと一部で話題だったものだと思うんですが一部ではちょっとね、これ、うん、実はあのこの話はちょっと残念ながらあまり大っぴらにはできないんですけど、7年前にいっぺん出るはずだったんですよ、おー、7年前、だいぶ前、別の他社から出るはずだったんですけど、それがまあ、 あの諸事情ありまして、はい、まあ、出なくなってしまって、なるほど、どうなっていたんだろうと思っていたら、いきなり出た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 っていう国書から、はいはい、本になりまして、で、あのどうでしたどうでしたと、いや、あのね、なんかこのというか、いろいろびっくりしますよね、なんかね、はい、あのあとやっぱりそのクトゥルフ神話っていうところにアラン・ムーアが、切り込んだっていうのは、これがあれですか、割と初めてっていうことになるんでしょうか、なんかね、はい、昔やろうとしてたらしいんですよ、はい、そのいつ頃かな、多分かなり前だと思うんですけど、でムーアってノートにスクリプトの下書きするんですよね、はい、でそれはそのそれがどういうものだったかいまいちわからないんですけど、あのそれ書いて下書きでなんか結構長い長編のを作ってたんだけど、そのノートをタクシーに置き忘れて、はい、それでそのまんまあの幻の作品になってしまったという、そんなことが、ロジックですね、すごいな、どっかにあるんですよ、ノート、はい、まあ、捨てられてたけど、タクシー会社に出ましてすごいヒゲが忘れてたもん、一人しかいないだろう、目つきがランランとしたっていうわかりそうなもんですけどね、そうか、そうなんですよ、それで、まあ、その頃はまだそんなにヒゲもでかく、なるほど長くなかったんじゃないですか、ね、うん、ただ、その中から一編だけ、あの救い出されて、はい、漫画化したのがあって、はい、あのそれムーアの、あ、まあじゃない、あの、ラブクラフトのお父さんが、うんうん、なんかあのトラベリングセールスマンだったんですよね。あ、なるほど。うん、あのでその人その彼を主人公にした話っていうのが構想してたらしくて、うん、それはなんか短編で一編だけあるんですよ。うん、漫画になってる。あとそうそうそう、まあ、それぐらいかな。なるほど、だからまあそこら辺がまたちょっとそれはだから今回の、ネオノメコンプロビデンスと、ね、とは、まあ、全然関係ない。これはそのお父さんとか出てきませんからね。そうですね。うん、関係ない話なんで、まあ、どういう話だったかは、うん、ムーアもなんかあんまりちゃんと言おうとしないんでよくわからないんですけど、うん、
まあなんか全然別の話は一応、うん、結構昔から考えていないことはなかった、うん、なるほど、うん、なんでしょうか、読みやすかったですね今回は。そうですね、前回といいますか、以前にプロメテアっていうね、はい、柳下さんが翻訳をされたやつは、あれなんか割とちょっとこう、まあ、かなり読むのにね、読むのにね、ちょっと四苦八苦した記憶がありますけれども、はいはい、そういう声はよく頂戴しております。でもネオナミコン今回は、なんていうんですかね、お話、物語として入っていきやすいというか、うん、そんな感じはありますよね、うん、で割とそのし、あこれ知ってるみたいな、うん、聞いたことあるみたいな要素がポンポン出てくる、はい、これどこまで話しちゃっていいんですかね、まあ、別にまあいいのか別にいわゆるネタバレ的なところですか。でもそれは別に気にしないよね、なんか、うん、なんか要素として別にいいじゃないですか、はい、うんうん、そう、その読む体験なんで、はいはい、そうでこれまあ、要は、話がですね、はい、まあ、ネオノミコンっていう本になってますけど、はい、これ実は2回に分かれてまして、うん、コートヤード中庭っていう中編、短編かな、短編と、ネオノミコン2本なんですよね、はい、でこれが そもそもの作りが、最初はですね、これすごいな、今日は、ね、今日はもうすごいよ、本屋さんです、ね、うちから全部持ってきます。このね、スターリー・ウィズダムっていう、はい、これはクリエーションプレスっていうイギリスの何ですかね、アングラ出版社、うんうん、クリエーションってありますよね、うん、クリエーションレコードってあるじゃないですか、うん、あそこの関連出版社だと思います。確か、うん、だから多分クリエーションレコードで儲けた金をここに注ぎ込んだんじゃないですかね、わかんないけど、ちょっと変なところで、はい、そこがこの、スターリー・ウィズダムっていうラブクラフトのトリビュートアンソロジーというのを作って、でこれがすごいんですよ。じゃあちょっとですね、ローガン、バラード、バローズ、バカ野郎、すごいですね。ラムゼー・キャンベル、デビッド・コンウェイ、そう、あ、すごいですね。マイケル・ジラ、マイケル・ジラ、大変な騒ぎじゃないですかこれ。でアラン・ムーアもその中に入って、そうそうそう、グラント・モリソン、うん、なるほど、うん、でまあ、もちろんバラードやバローズがクトゥルフ小説を書いてるわけはないので、そう取れないこともないみたいなやつを、まあ、拾ってきて、でそれに、まあ、ムーアは書き下ろしで小説を書いてるんですよね、うん、でこれなんだっけな、あとマイブラッディ・バレンタインの初代ボーカルの人っていうのがいて、今作家になってるんですけど、うん、その人がなんか書いてるんですよ。それで僕は知ったんですけ ど、 なるほど、あとサイモン・ホワイト・チャペルとか、はいはい、なんとなく聞いた名前が一緒に並んでる、ね、入ってますね、サブカルっぽいでしょ。でこれ書いてて、これに、多分初めてかどうか分かんないけど、そのムーアのこれは小説、はい、三文小説を書いてるんですね、うん、なるほど、うん、とそのコートヤードの、まあ、コートヤードというタイトル ですけど、はい、元になった小説っていうのがあってあるんです。でこれがあって、でこれを、まあだから実はこれよく見るとですね、はい、これムーアは原作で、コートヤードは、うん、どこにあると思うんですけど、どこにあったっけ、クレジットがありますよね、ページが前か、前、最初のところですね、はい、コートヤードのところが、はい、アラン・ムーア・ストーリー、ジェイソン・バルズ・アート、アンソニー・ジョンストン・シクエンシャル・アダプテーションって書いてあって、要するに、このアンソニー・ジョンストンって人がそのムーアの原作小説をコミック用に本案して、うん、なるほどなるほど、ムーアがスクリプトを書いてはいない、うん、実はじゃないってことなんですね、うん、この第で前半のところ、前半のところ、その最初のやつは、うん、で、まあ、なんでこんなことになったかっていうと、まあ、これはアラン・ムーア先生の税金の問題、はい、ああなるほど、どういうことでしょう、もともとこれはなんか税金が払えないので、そうそう、 やるぞって始めた話なんですよね。そうですよね、うん、はい、だからね、それでだからムーアって、まあ、その話は後でいろいろしますけど、映画化されたお金は一切もらわない、もらない、名前も出せない、誰、うん、ももらわないって言って、すごいこうかっこいいというか、
潔いんですけど、うん、しかしだからといってお金があるわけではないという、うん、お金はない、金はない、突っ張ってはいるが別に手元にお金があるわけではないという、ね、特に、まあ、でもそうですよね、まあ、そういうだから、みすみすすごいお金を逃しているけれども、しかしそんなものより大事なものがあるという、そうそうそう、男のね、強じてものがあると、うん、許さんぞと、なかなか真似できないです、ね、そうなんですよ、それでそれで、まあ、金がなくなってですね、税金払えないぞ、困ったぞっていう時に、はいはい、そのアバタープレスっていうところの社長が、はい、じゃあこれなんか漫画1個書いてくれたら出しますよって言って、うん、言うんで、うん、そうか、じゃあまあ、あの昔あのクトゥルモノの短編とかありましたね、あれをちょっと漫画に翻訳してみたらどうでしょう、うんうん、じゃあいいよ、任せた、やっていいよって言って、うん、でまあ、ただこれは結構、もちろん口はすごい出してる、うん、で、これって読んでもらったら分かるんですけど、はい、あの全ページ縦2コマの縦割りなんですよね、コマ割りが、うんうん、縦割り2割、うんうん、これとかは全部ムーアの指示だったらしいですよ、なるほど、うん、だからこんな全体の構成は決めて、ただ細かい、脚色スクリプトは、うんうんうん、まあ、書いてはいない、なるほど、最初と終わりだから同じ絵で全然意味が違うことになってるところとかも多分そうですよね、そうそうそう、多分そう、全部そういうのが使ってるんで、だからこれ実はこれよく読むとですね、うん、ムーアがやってたら絶対にない間違いとかある、なるほど、間違いっていうか、あのこれ読んでて気になる人は言ったかどうか分かんないんですけど、うん、これこのあのここに、カルコサっていうこの、はいはい、カルコサこの黄色いこういう人がいてるじゃないですか、はいはいはい、この人の部屋っていうのが、うん、あのベッドが一つしかないっていう、あ、そのお母さんが寝てたってやつですね、そうそうそう、はいはい、ところがこれ出てくるベッドがですね、うん、2回出てくるんですけど、ここと、うん、でしょ、これとこっちでこの後その後に、うん、あの出てくるベッドと こっちのあとこのなんだろう、これね、この寝具の目ので出てくるベッドと明らかに違うんで、おかしいだろうっていう、まあそのまあ、この後ベッドを片付けたという可能性ももちろんありますけど、うん、多分これはね、そこに関してはきっちりまだ設定を詰めてなかったんで、そう見えていただくかもしれないですね、うん、もう何でもいい方に取るんです、うん、いやいや、まあ、あと、まあ、ちゃんと多分きっちり設定を詰めてなかったっていうのがあって、うんうん、っていうのはおそらくこれコートヤードを、まあ、そうやって脚色化して漫画にしましたと、はい、でこれを見たですね、アラン・ムーア先生がこれ意外と面白いなと、うんうん、これはまだいけるなといけるなっていうか、はいはいはい、これまだもうちょっと面白いよと思って、うん、でそれでちょっともう今度は自分で完全に自分で、うん、これはコートヤードは確かに面白いんだけど、うん、あれだけではちょっと、うん、あの不満があるから、はい、おまけのストーリーをつけようということで、3話分の話を作った、うん、4話か、ね、でそれがネオノミコンなんです、なるほど、つまり、最初コートヤードがあってそれをこう拡張する形でネオノミコンを作る、分かります、分かります、うん、だからまあパイロット版があってから本シリーズを作ったみたいな、そうそう、まあそんな感じですね、だからコートヤードの時点ではそんなに、うん、大長編の構想ではなかったんですよね、うんうん、本当に税金払えればいいやぐらいの感じだったと、うん、おそらく、うん、でところが意外とこれが自分で読んでみてもこれは面白いんじゃないの、うん、っていうか多分、まあ、ラブクラフト好きだったっていうこともあると思うんですけど、はいはい、あのでラブクラフトをやって、でそれでこれを、まあ、やってこれをネオノミコンを書きましたと、でそこで火がついてしまってですね、うん、これは面白いと、うん、これは意外とというか、やっぱりラブクラフトはもうさっきも言ったようにラブクラフトに関してはちょっとそれなりの思い入れがあったようなんで、うん、ラブクラフトはこれはいいぞっていうことにどうも思って、なるほど、それでさらに調べ始めて、ね、でアラン・ムーアってあの調べ始めると大変なことになるんですよね、うん、そのなんか本棚棚二棚分ぐらいラブクラフト関連の評論とか全部片っ端から全部買ったとかって言ってましたけど、あのそれやってもちゃんと創作できるのが偉いですよね。 それやってもう足すくわれて何もしなくなっちゃうって超よくあるんで、あのあるある自分とかでもあるんで、うん、ちょっとそうそれでそうなんです、それで、ね、それでやったのが、はい、このプロビデンスっていうこのすごいこの厚さ どうかってやりましたね、ドーンとね、うん、で要するにここで、ネオノミコンを書いて、うん、それでその後あのラブクラフト絡みのことをガンガンに調べまくっていう、うん、ラブクラフトも読み直しクトゥルー神話も読んで、うん、で読んでそれでじゃあということでこの
ネオノミコンをさらに拡張する形でこの話を書いた、うん、でこれが、ちょうどこれ今これはその、はい、プロビデンスの合本版なんですけど、うん、本の厚さこれがだから全10、普通の普通っていうか3リーフリーフで全12巻なるほどリーフじゃないんですけど、はいはいはい、リーフで12巻、うん、で、だからこのこれがこの本のサイズにするともうあと3冊分なんです。すごいな。なんと、うん、はい、でということでこれが、その全4部作と。なるほど。いうことになる。だからこれはこれで一応完結はしてるんですよね、実はね、まあ、完結したって言ってますよね、うんうんうん、完結でしょ、完結はしてるんですけど、うん、実はその後にさらに、この上にただもうこれの中にその事件とかじゃなくて絵的ななんか前振りみたいなのも、はい、いろいろあって、うん、なんかよくわかんないドームみたいなのあるじゃないですか、はいはい、あれとかがどうなっていくのかっていうのは全く書いてないんで、うん、あれどうなるのかなっていうのはすごく今待ってますけどね、うんうん、これちょっと全くそのですねネオノミコンという作品についてあの物語というか全然ご存知でない方のためにざっくり紹介をすると、今おっしゃったその短編プロローグ的な短編がまずありますと、はい、うん、でまあ、基本的にはこれ刑事ものと言っていいんでしょうかね。そうですね、 FBI の捜査官、うん、ですよね、うん、でその前編の、中庭コートヤードというその作品に、うん、まあなんかねハードボイルド的なね、はい、あの渋い刑事さんとか出てきてね、うん、なんかこの人どうなっちゃうんだろうみたいな、でなんかいろいろ捜査をしているうちに、まあ、異常な事件のね、異常な事件の、まあ異常な事件がね、うん、もう賛美を極める異常な事件があるわけ、その捜査をしているうちにいわゆるそのちょっと何言ってるんだか分かんない人たちに出会うというか、はい、でなんかあの いやとか言ってる人たち、うん、これなんかおかしいぞと、はいはい、で実はそのなんていうんですか、捜査の先にはその、クトゥルフ神話の世界が口を開けて待っていたのであったという、うん、N とか TH で始まる言葉ばっかりで、はい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 、でそこそれが前編ですよね、うん、前編というか、まあ、あの、うん、プロローグ的にあって、はい、そこから FBI 捜査官の2人組、はい、女性と男性の2人組が出てきて、はい、モルダーとスカリン、はいはいはい、で彼らが、まあそのプロローグに出てきた刑事さんの件も含め、うん、その謎を追っていくわけですけれども、うん、さらにまたさらにとんでもないことになり、なりますよという、うん、ね、でまあそうですね、でこれは一応その、ラブクラフトの小説、はい、レッドフックの事件、レッドフックの回だったかな、うん、っていうあの、まあ、事件あの小説があって、それがまあ一応モデルにされているというか、うん、まあ、いくつか他のものもあって、ラブクラフトの小説が元になったような事件に、うん、まあ、その、ラブクラフトの小説がかつてのような事件がかつて起こっていたっていうことですね、うん、起こっていてそういった場所でその、同じような事件が起こるということに、うん、いわゆるそのフィクションの世界が実はその現実の世界で、うん、起こっているというか、はい、あの大いに影響を及ぼしているっていうのは割とその、まあ、ウォッチメンとかあるいはリーグオブエクストならオーディナリージェントルメンとか、うん、あそこら辺のこのなんかちょっと彷彿させるものもありますよね、うんうん、まあ、でもそれってだから割とそのラブクラフトものでは、うん、僕これ読んで結構すごいオーソドックスだなって感じたのは、うんうんうん、ラブクラフトからのそのなんていうのかな本あの着想を得た作品は、うん、そのメタ的な構造を取ることがよくあって、はい、うん、まあ、だからカーペンターのマウス・オブ・マッドネスもそうだし、うん、だからそれから、例えばこの間やってたラブクラフト・カントリーもそうだったりとかいうことがあって、はいはい、だからそのラブクラフトの小説というのはあるととか、まあ、あれの場合はなんだっけ、なんとかケインですけども、はい、でその小説があってしかしそこに書いてあることっていうのは現実なんだと、うん、それはどうなってるんだみたいなことでやっていくってことで、うん、でもそれはだからネクロノミコンと現実との関係ともまあ似てるわけで、はい、だからそういう意味ではすごいオーソドックスな感じがしましたね、まあラブクラフト自身が、まあ、そういうその、先行する作品とかを取り込む形で創作するっていうことを、うん、まあ、積極的にやってたんでね、うんうんうん、なるほど、うん、そう、まあオーソドックス、ただまあ割と、当然ムーア先生なんで、はい、ムーア先生なんでっていう言い方これはいいんですかね、当然レイプがあるっていう、うん、当然、うん、はい、これは誰か、なんか質問とかにも多分来てた、ちょっとそうですね、お便りをいただいて、まあ、ちょっと待っててください、はい、で僕もう一つオーソドックスだなって思った理由の一つは、はい、その
まあ、これあんまり言うとあれなんですけども、うん、その要はだからその、ダンウィッチの回というか、はい、あのダンウィッチホラーという、まあ、あれロジャー・コーマンが映画化したのもありますけど、うん、であれがまたあのそのまあその原作をなんか変な感じに完骨だったりした映画で、かなりその原作要素は多いんですけども、うんうんうん、であれがだからその、まあ、ローズマリーの赤ちゃんの影響を受けていて、うんうんうん、っていうようなところの流れっていうのも、うん、まあ今回のこのネオノミコンは反映してんのかなっていうところがあって、まあそこは全然その、はい、僕は全然大歓迎なんですけども、うん、だからそういうところもなんかあのなんだろう、さっきホークが読んでて あこれ知ってるみたいな感じっていう感覚とは結びつくんだと思います。うん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 、まあね、どうしましょうか。その、うん、今の話、はい、お便りもいただいてるんですけれども、モフジンさんが。モフジンさんね、先週もメールいただいて、はい、あの読み方はモフジンさんで OK だそうです。はい、ネオノミコン読みました。自分はラブクラフトとその周辺作品に全く馴染みがなかったのですが、知識がない私でも今作は大変面白く読めました。ただ、半魚人に、すみませんね、ちょっと今日もほんのりネタバレ気味でまいりますけど、半魚人に、主人公がレイプされる場面やそれによって何かを妊娠させられたことを最終的に彼女が肯定するところは女性嫌悪の匂いを感じ、ちょっと居心地が悪く感じました。ウィキペディアによると、ムーアはラブクラフト作品への批評的な意図を持ってそういった描写にしているとのことですが、プロメテア一巻でも、主人公が魔術師のジジイとシドの引き換えにセックスさせられる場面があったので、割と彼がもともと持っているテストなのかなという気がして、そういうとこはちょっとキモいと思いましたっていう。キモい、はい、キモい。はい、これは結構ですね、まあ、はい、実はムーアラムーアあるあるの、はい、その1で、うん、作中で必ず女性がレイプされるっていう。ウォッチマンもそうですかね。ウォッチマンもそう。ウォッチマンも実は、ヒロインであるところのシルクスペクター2世、2世っていうのはその、まあ、レイプで生まれた子供、はいはいはい、でもそれは愛だったっていう、はい、ですね、ふざけんなっていう話なんですよね。そうですね。で、まあ、ほぼ必ずと言っていいぐらい、毎回性的暴行というのが、まあ、出てくるので、はい、まあ、これがその女性嫌悪だって言われることもあるんですけど、まあ、性癖、性癖なのかなっていうことなんですけど、はいはいはい、うん、これ結構難しい問題で、ていうかまあ本当に、まあ、ムーアに関しては大きいんですよ。うん、なんでこんな、まあ、その話はこれからいくらでも出てくるんですけど、はい、頭もいいし、いろいろなことは分かっているし、で本人は別にそういう人じゃないんですよ。うん、見た目は怖いから、うん、女を殴ったりしてんじゃないかって思う人もいるかもしれないですけど、はいはいはい、別に暴力的な人でも何でもないんですけど、うんうんうん、でのに、にもかかわらず必ずその、作中にそういうのが登場するんですよね。だからでも完全にこのネオノミコンとかに関しては、まあ、わざとやっている、うん、ラブクラフトっていうもののラブクラフト、作家ラブクラフトの、まあ、政権王っていうのが、これは作中でも語られてますけど、はいはいはい、まあ、それがあるので、そこでまああえて、でこれでそのしかもこれ実は読んでて気づいたかどうかはあれなんですが、実はその劇中でね、はい、まあ乱交パーティーが始まるシーンの前でですね、あ、ありましたね、これ、カメラというか、はい、要するにこちらに向かって、ドア、はい、一人のですか、まあ、悪のおっさんがですね、はい、確かに芳しからないことかもしれないが、昔からみんなこれが好きなんだよ、分かるねって言って、うん、こういうこれから起きることを、ね、起きることを予告するシーンがある。これ読者に向けて、うん、まあ、言ってるんですよね。だから、まあ、自覚的にやってるってことですね。そうそうそう、うん、でも自覚的にやる人あんのっていう、当然自覚的にやってるんだったら、うん、そんなに分かっててやるのっていうこともありますよね。うん、まあだからそう、今回もちょっとだからそこのところがすごくその端的に言ってレイプみたいに描かれてて、うん、だからそれ本当にレイプなのかっていうことは、その存在のことを考えた時に分かりにくい部分なんだけど、うん、そのまあ、絵で見ると完全に、うん、まあ、いわゆる普通のレイプのように描かれてるんで、はいはい、まあ、そう取るしかないですもんね、それはね。うん、まあでもそのなんか人ならざるものに、襲われる、レイプされるみたいな、で異種間でなんかそういうことが行われるみたいなって、割とその
アラン・ムーアのその思考というよりかは割とそういう描写ってあるんじゃないかなっていう、まあまあ、ラブクラフトが、はい、割とそういうのは実はあって、はい、その一種族との混血で、うんうんうん、退化したあの人間が住んでいるとかね、うんはいはいはい、その影とかそういうのは、常に出てくるんで、なるほど、それこそほら、前々回、まあ、リドリー・スコットのお話をした時じゃないですけど、うん、エイリアンとかだってもともとダン・オバノンが、はい脚本を書いてる段階では割とそういう系譜もあるんじゃないかなっていう、まあ、オバノンが食ってる 大好きな人ですからね、だからエイリアンはだからその性別を問わずエイリアンがレイプされて子供を産まされるっていうことが恐怖になってる話なんで、うんうんまあ、それはまさにそういうことですね、うん、なので、まあ、あのアラムは自信のあれもありつつのっていう、うんかつ、まあ、クトゥルフ神話的な、エッセンスというところでもあると、ねあのまあ、これはその、これはあのアラムアの作品全てそうなんですけど、はい、これもそのクトゥルというかラブクラフトへの批評っていうですね、うん意味がすごい大きくて、はい、要はそのラブクラフトを批評する形であのラブクラフト的なストーリーを、うんうん、あの書くと、うんでまあ、それがさらに深まるのがこのプロビデンスってことなんですけど、なるほど、あの一種そのなんだろうポストモダニズム文学みたいなところがあのムーアは常にあって、はいそれをそのあのあそうそうだからこれはだからその さっきも言ったその要は肯定アドがあって、はい、それをこう拡張する形でって言ったじゃないですか、はい、それをさらに拡張してプロビデンスっていうのがあって、要はこのどんどんこう螺旋状にうん、広がっていくというイメージですよね。で螺旋状に広がっていってそれで同時にということはそのコーテアードの中に、まあ、この物語のエッセンスは実は全部全て入っているフラクタルな構造になってるんですね。そう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 、なるほどね、うん、でそれをね、だからその意味も込めて、まあ、これあの今から読んどくといいよっていう話をしてきた、ね、まあそうですよね、これからさらにこれからね、これからさらにこの話が広がっていくからね、はい、っていうことなんですよ、はいうん、で実はそれはあのここだけの話じゃないのね、うん、あのムーアの物語って大体みんなそのそういうフラクタル的な構造っていうのが常にどっかでっていうか、うんうんうんまあ、基本的にそういうのが入ってくる で出来上がっているっていうところがあるわけです。はい、なんとなくそれに気づいたときにこう謎の感動がありますよね。そうそうそう、読んでてね、おーおーおおというね、はい、さあこれどうしましょうか、はい、ちょっとこう先に問題茶で行っちゃったから、はい、普通に振り返りの振り返ってみましょうか、はい、ちょっとね、はい、じゃあまず、はい、そもそも、みんなは私なんかも含めて知っているつもりであまりよく知らないアラン・ムーアというその人について、はい、ちょっとですねがっつり触れてまいりたいという、はい、いつものキャー勉強になるパワポがございます。さあこれ今日のね、はい、はい、第1章アラン・ムーアって何者というところでございます、はい、誰この人ですか ね、 誰ね、はい、そんなわけで、ネオノミコン絶賛発売中、概要欄にはね、ご購入用のリンクがございます、はい、こちらから、お一人様、5回ぐらいポチっていただければ5回もいらないということですね。そう、これが売れないとそうなんですよ。そうなんだ、次が出ないかもしれない、気になってしょうがないそうとなりますから、ね、はい、そういうことが、ね、ありますからね。あるんです、怖いんですよ、あるある、は、ね、そう、はい、さあ、はい、そんなところで、アラン・ムーアですね、1953年イングランドノーサンプトン生まれ、53年、今年68歳。68歳、はい。ついこの間、18日が誕生日だったんで、3日ほど前に、2日前か。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい。そして1978年に、まずはイラストレーターとしてキャリアを始めると。うん、まあ、なんかカット描いたぐらいの感じで。はい、はははは、で、79年、ダークスター誌。これはだから、イギリスのコミック誌ということでしょうかね。はい、に最初のコミックを発表。病と、そして、まあ、82年、はい、まあ、このあとねバン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 、代表作が出てくるわけですけど V4 ベンデッタ、はいはい、発表されます、これは、まあ、その後、これは完結するのは82年ではなくて、はい、だいぶ遅くなってからですね、86年ぐらいじゃなかったっけ、はい、なんかいずれにもウォッチメン
の前後ぐらいだと思うんですけど完結したのは最終的に、はいはい、まあ、これもいろいろあの紆余曲折あってなかったんですよね。で、まあ、イギリスのコミックなんでこれは完全にイギリスコミック、はい、で、まあ、イギリスはそんなにあのコミック産業っていうのは非常に弱い、はい、弱いん で、うん、でしかも、うん、まあ、これもいろいろあるんですけど、はい、まあ、あのアメリカの、コミック産業との関係がいろいろ難しくて、はい、最初のうちはアメリカの漫画が輸入できなかったんで、うん、その直接輸入できなかったんでね、うん、あのイギリス でアメリカその漫画との時差を利用して漫画を出すみたいな、はい、そういう商売があったりとかしてたんですけ ど、まあ、いずれその後その DC とマーベルが直接乗り込んでくるようになると、まあ、あっという間にその弱い産業は壊滅しちゃうわけですよ、うん、そういうのもあって非常にこうあの難しいバランスでずっとやってた。で、まあ、その中で、まあ、あの書いた作品ですよね、はい、で、まあ、これは、まあ、原始の歴史に影響を与えたっていうふうに言ってますけど、うん、これ要はその今そのガイ・フォークスマスクっていうのが、はい、あのアノニマスの印、犯行の印になったのは、はい、まあ、要はこのせい、これのせいなんで、まあ、そうですよね、うん、でガイ・フォークス、ガイ・フォークスデーのことをいろんなイギリス人以外が知るようになったのはこれのおかげっていうことですね。で、まあ、正確にはこれこの、うん、ムーアの漫画というよりは映画の方ですね、うん、あ、ナタリー・ポートマン、そうそうそう、オキパイ運動をやってる、うん、のリーダーの人があの、そのオーシャウスキーの映画が大好きで、うん、でそこからそれであの、ガイ・フォークスマスクを取り入れたんだという話ですね。なるほど、なるほど、なるほど、うん、で、まあ、まさにその映画ですよね。2001年に映画になりましたと、まあ、オーシャウスキー姉妹が制作脚本、姉妹だったんで、この時はまだ兄弟か、2001年ですからね。あれって訴求して言うんですか、僕わかんないですけど。訴求して書かれる。割と訴求して言うよね、最近ね。うん、歴史修正主義だね。いや、でもまあ、でもほら、その時はだからその、言ってなかっただけってことだっていうふうに考えれば、まあ、訴求して当たり前っていうことなのかもしれないですけど、うん、僕はよくわかんないですけど。ね、はい、ただまあ、ムーア音体はこれは見てませんと。はい、もちろん名前も出してないし、出してませんと。お金も受け取っていない。オシャウスキー姉妹が撮ってたらどうなってたのかって、そっちも見たいですけどね。うん、うん、まあ、あのこれはただあの、まあ、ラストがねちょっと、うんうん、ちょっとあれなんですけど、それ以外は割とあの結構原作に忠実に作っていて、はい、あまり面白くはないんだけど、うん、あのそんなに嫌な感じはしなかった、うん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 、もう常にもうこの頃にはあのムーアがあの原作映画化を嫌ってるっていうのは周知のことになってたから、作る方もそれなりに覚悟をしてやってそうよね、はい、はい、まあ、V4 ベンデッタがありましてからの、出ましたミラクルマン、はい、はい、これはですね、はい、まあ、これはまあこれはいろいろ、これがそもそもの、ムーアの、うん、あのコミック界とのあの長きにわたる愛憎関係の始まりですね、うん、で、これはもともとは、マーベルマンというあの、ミッカンジェロっていう、まあ、イギリスの、はい、コミック作家が作ったキャラクターがありまして、はい、で、まあ、それで、まあ、それが話がですね、キモタって叫んで変身するという、はい、キモタという、キモタ、キモ、キモタじゃないですよ、キモタって言うんですよ、アトミックの逆続き、はいはい、で、キモタって叫んで、シャザムの代わりにとですね、そうそうそう、はい、変身するっていう、まあ、そういうキャラだったんですけど、うん、まあ、それを、82年にムーアが引き継いで、うんうんうん、それでガラッと、うん、まあ、例によってあの、はい、であのそのムーアのお得意の技である、うん、コンティニティのやつあるの引き継いでそれまでの話を全部なかったことにするっていう、はい、とお得意の、あのちゃぶ台返しの最初がこれだったんですね、はい、なるほど、で、まあ、要はそれで、がっちり変えてあの、めちゃくちゃハードな話を作っちゃったんですけど、はいはいはい、あのなんかね、その本人あのなんだっけ、そのキッド・ミラクルマンっていうそのミラクルマン の、 あの、うん、弟分みたいな、うんうん、少年がいるんだけど、はいはい、で少年がその、そのミラクルマンがいなくなった後あの、もう少年に戻りたくないからって言って、うん、もうずっと変身したままで、あ、なるほど、あの、うん、はい、でどんどん頭おかしくなっていく、あの独裁者みたいなのが出てきて、はいはい、そいつと戦うみたいな話になったりとかするんですよ。でもこの間 の、 あの映画の
シャザムでもあれあの変身してると大人じゃないですか、はいはい、戻りたくないよねこれって思いますよね。そうそうそう結構、うん、なるほどなるほど、うんはい、みんなそういうもんだろっていう話をね、うんはい、で これ最終的にはこれそのミラクルマンがあの、まあ、独裁者になっちゃうっていう話なんですよね、はいはいはい、で、だからなんですけど、まあ、要はこれがその、まあ、キャラクター自体は、はい、そうシャザムというかキャプテンマーベルの、まあ、あのパクリっていうかににあのアリューキャラだったんですけど、うんうんうん、名前がマーベルマンだったんで、マーベルから文句をつけられて、はい、それでその MM っていう頭文字だけ残して、うんうん、ミラクルマンに名前を変えたっていう、うんうん、それでムーアが怒り狂って、うん、関係ねえだろお前らって、いやその通りだと思いますけど、うん、むしろこれ、いやそれ DC に言われたらどうしたのかっていうのがありますね。そうですよね。うん、しかしそれが回り回って数年前ですよね、マーベルコミックからまさかの復刊されるっていう、はい、しかしそこにも当然アラン・ムーアの名前はなかったっていう、オリジナルライター、オリジナルライターってオリジナルライター氏ですよね、原作オリジナルライター、原作オリジナルライター誰だよ一体誰のことなんだろうみたいなみんな誰のことなんだオリジナルライター知ってるよってとんでもないですね、うん、これあのそのミラクルマンの権利関係がすごい複雑になって、まあ、それで復活できなかったんですよね、でそれをなんかあの、あいつがトト・マクファーレンが持ってると思って、そうそうそう、トト・マクファーレンが持ってるのあんま実は持ってなかったらしいんで、うん、で持ってなくて、はい、持ってなくて、それで、はい、ニール・ゲイマンとトト・マクファーレンがなんかやっぱりそのキャラクターのアンジェラかなかなんかの、そうですよね、そうスポーン、うん、スポーンの中に出てきたキャラクターの権利で関して揉めて、なるほど、でトト・マクファーレンもいい加減なやつだから、うん、それであのゲイマンと揉めて、でゲーマンとその訴訟を和解するときに、うん、じゃあついでにお前が持ってるミラクルマンの権利をよこせと言って、それであのクリアにして出版できるようにしたっていう、本当にニール・ゲーマンって偉い人だなって毎回思うんですけど、ね、あの時はいろいろありましたよね。 それでだってアンジェラがマーベルコミックのキャラクターになったりとかして、そうそうそう、ね、雷神ソーの妹だか姉だかっていう設定になってね、いろんなこと起こるなってあの時思いましたけどミラクルマンは1巻目だけかな、あの翻訳も出てますよね、はい、なので続きが出ないんだよね、続きね、ちょっとこう今日みんなで買えば出るかもしれませんよ、ね、オリジナルライター、オリジナルライター買ったな、ムガじゃない、オリジナルライター、オリジナルライター、そう3巻が、ね、出てくるんで3巻まで行ってくれないとね、2巻3巻が面白いんだよな、あれ、そうそうそうなんですよね、そう、はい、という重要作品どんどん続きますよ、はい、さあスキッズ、あスキッズ、はい、はい、何でございましょうか、はい、これはこれはね、まあ、あのまあ、ムーアのユース時代の一番有名な、はい、2000 AD というコミックがありまして、ジャッジドレッドとか載ってるやつ、はいはい、そうです、はい、そこでやってたあのなんだ SF 漫画ですね、なんかバーミンガムに宇宙人が来るとかいう話なんです、はあはあ、確か、はあはあうん、バーミンガムに、だから確かにそうそう、だからまだノーサンプトンじゃないんだよね、うん、これノーサンプトンはさすがにあのノーサンプトンって言ったらねって言われたんじゃないかと、はあはあ、私は思ってるんですけど、はあはあまあ、バーミンガムに宇宙人が、うん、バーミンガムの普通の郊外に宇宙人が来ちゃってみたいな、うんまあ、SF コメディだから、うん、2000AD っていうのは、はい、1977年に創刊された、はいまあ、SF イギリスの SF 漫画雑誌ですね、だからさっき言ったようにそのイギリスの、コミック界はほぼ壊滅したんですけど、この 2000AD だけは、うん、あの頑張って生き残ってたというか、はいはい、通じたんですよね、はいはい、それメタルユルランみたいなことをイギリスでもやろうってことですかね、どうなんだろう、まあでもまあ、基本的にジャッジドレッドの人気だと思うんだよ、ジャッジドレッドは大人気だったから、うんうんうん、なるほどね、うん、ありつつで、まあ、そこで、まあ、この、バラード・オブ・ハロ・ジョーンズもそう、はい、そこでここにあります実は物が、現物がよいしょ、これこっちに映りますかね、これ、まあ、こんな感じで、ただちょっとサイズがさ、うん、本当だ、うん、ちょっと半径が違うんですよ、これ、どこ見てもらおう、分かるかな、はあはあうん、ちょっと、ね、あの天地が、天地がちょっと短い、横長なんですね、うん、横長なやつなんですよね、見える、難しいか、これもブリティッシュコミックって、そうです、ブリコミ、ブリコミです、はい、で、アメコミじゃなくてアメコミではなくブリコミ、モノクロです、ブリコミだから、はい
お金ないんで振り込み。いや、あの本当にそうなんだから、はい、この頃これあの当時は、ムーアが、まあ、独り立ちして最初ぐらいだと思うんだけど、うんうんうん、あのまあ、SF ファン丸出しなんだよね。だからこれはハロ、あのハロジョーンズってのは女の子のヒロイン の、うん、あのまあ、スペオペ、あ、なるほど、うん、楽しいスペオペです。なるほど、なるほど。あんまりその、あの暗い話と暗黒力はそんなに発揮されてなくて、なるほどね、この頃割とまだ若くて楽しい頃だ、うん、楽しい時代でしたね。しかしそのブリコミっていうことで言えば、その 2000AD っていうとこから出てきた人たちで、その 2000AD 周辺から出てきてる人たちって、まあ、アラムアだけでなしに例えば、誰ですか、サイモン・ビズレーとか。そうですね、はい、ビズレーがそうな、うん、あとまあデイブ・ギボンズ、デイブ・ギボンズもそうですね、はい、後に組みますね、アラムアとね。あとまあグラント・モリソンとか、はいはい、ガース・エニスとか、まあそこら辺の話題で、ゲーマーは絡んでないな。なるほどなるほど、うん、まあその後ね、アメコミの、世界で大活躍、第一線になる人たち、ね、そうですね、いわゆるそのアメコミのブリティッシュ・インベージョンと言われる時代があるわけですけど、まあ、それのメンバーが大体、この頃その 2000AD の、はい、まあ、その短編とかをガンガン書いて、それで結構、まあ、そのジャッジ・ドレッドはね、あのずっと書いてる、あの、なんとかワグナーって人がいて、あの人があの、まあ、ほぼガチに握ってて話さなかった し、はい、し、まあ、人気だったから、うん、まあ、そっちは別にして、まあ、それが逆に言うとその看板があったから、他は結構その SF 漫画で若手に書かせる自由があったっていうことですよね。まあ、この辺でガンガンやってた人たちがみんな、うん、その後イギリス、アメリカ行って大活躍ということになる。なるほどね。さあ、そしてパワポに戻りので、まあ、そういう中で、まあ、このね、ザ・バラッド・オブ・ハロー・ジョーンズという作品もありつつの、さあ、はい、その後、まあ、本格的にその DC コミックで仕事をするということになりますね、はい、出た怪人スワンプシング、ね、映画化もされました。はい、2回ありますね。2回、はい、うん、1回はウェス・クレーブン監督ですか。1回はクレーブン、はい、もう1回はジム・ウォノス、ジム・ウィノスキー、スキーヘザー・ロックリアも出てきました。こんなことばっかり覚えてる ね、 ね、はい、そう、これはあの映画がさ、はい、映画、これは、まあ、その71年に誕生したヒーロー、まあ、あのバーニー・ライトソンで有名な、そうです、バーニー・ライトソン、ね、はい、天才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 バーニー・ライトソン、はい、あので、その84年に、まあ、担当することになって、そこで、まあ、例によってというか、はい、あの設定をひっくり返した、ひっくり返す、うん、で、まあ、それまではあの、なんだっけ、植物に苔になって、しまった植物人間、はいはい、博士が、まあ、博士が人間に戻る方法を探すって話だったんだけど、実はムーアはその博士は爆発の時に死んでいて、でたまたまそこにあった植物が、うん、人間の記憶を、はあ、持って自分が人間だと思い込んでいてだけだったっていう話です。なんということですね。戻るとかじゃない、うん、いきなりっていう話にして、うん、でそれで、まあ、これの話がでそれでさらにスケールがめちゃくちゃでかくなって、はい、あのまあ、なんかあのこれ一応 DC ユニバースですからね、はい、一応あの他のそれこそスーパーマンと戦ったりとかもする、はいはいはい、話なんですけど、はいはい、あので基本的に植物だから死なないじゃないですか、うん、殺せないんですよ、ね、まあ、あの焼かれたり除草剤撒かれたりするんですけど、あのなので意外と実は強いというですね、こともありまして、まあ、いろんな活躍をすることになる、うん、で大変人気になりまして、はい、まあ、それで映画カットになったんですけど、不思議なことにというかね、あの映画はムーアが担当してから、ムーアが担当してすごい大評判になって、それまでほぼ忘れられてたんですよね、まあ、そのバニー・ライトソンの絵は素晴らしいけど、うん、あのストーリー的にはもう一昔前のコミックっていう感じだったんだけど、うんうんうん、それがまあムーアが担当して蘇った漫画になったから映画が多分されたんですけど、はいはいはい、しかしなぜかあの映画の方はムーアの設定は全然ないという、うん、そうですよね、うん、まあ、普通に、ね、普通に、まあ、ちょっと地味めっていう、そうそうそう、そうそう、まあ、エルレンのバーボーです、ね、そうそうそう、でも2はなんかなんか怪人大決戦みたいな、だいぶ面白おかしい感じでしたよね、それを見たかったのかという話、ね、そうそう、あのコメントでもそんなに映像化したいかこれっていう、ね、ご意見いただいて、見たい気持ちはめちゃくちゃありますけど、ね、そうそう、でコンスタンティンがね、まあ、これで、はい、まあ、これで出て、あのムーアが出してきたオカルト探偵という、なるほど、ね、コンスタンティン、コンスタンティン、僕映画結構好きなんですよ、割とね、好きなんですよ、みんな僕も好きなんですね。
さあそして、スワンプシング等々で、DC で仕事しつつの、そして86年にこれが来ちゃった、はい、ウォッチメンでございますね。来ましたね、来ましたね、はい、さあこれはまあどう言ったらいいんでしょうか。まあ、これはまああの、まあ、さっきからこの、なんとか変えた云々っていうシリーズは、はい、まあ、主だった作品でずっとここでやってきたよっていう話でやってるんですけど、はい、まああのまあ、ほぼ86年に出て、現代のコミックの流れを変えた一冊ですね、うん、まあ、皆さんご存知のようにそのあの、まあ本当現実世界にヒーローがいたらどうなるんだっていう、まあ、思考実験を本気でやると、はい、まあ、要は思考あのヒーローっていうのはろくなもんじゃないと、うん、おかしなやつら、うん、頭おかしい人たちだし、うんうん、何やるか分かったもんじゃない、しまいには独裁とかし始めるぞと、はい、いうことなんですね。そのまあ、これ、まあ、もう皆さん今更だと思いますんで、はい、ネタはありますけど、まあ、要はこれあの、まあ、どんどん、まあ、最初は、かつての活躍してたあのヒーローたちが、はい、あのウォッチメンというヒーローチームがいるわけじゃないからですかね、あのヒーローたちが、はい、もう引退して、今その、ヒーロー活動防止法禁止法というのが出来上がってきまして、で、あのみんな非合法になってる、で一部あの非合法のまま活動してるやつもいるし、はい、けど、まあ、大部分の人たちもヒーロー自衛活動を引退して、まあ、悠々自適の暮らしをしてるわけです。でところがその人たちが一人また一人と殺されていく、うん、でこれ何か誰かの陰謀なんじゃないかっていうことを、はい、まあ、そのロールシャッハというですね、うん、ちょっと頭のおかしい、うん、割と匂いのする、はい、臭いしかし絶対に曲げない男がおりまして、うん、はい、まあ、彼が調べ始めるとまさかの真相が分かる、恐るべき陰謀がね、はい、出て分かるという話なんですね、うん、はい、まあ、これはその物語自体もさることながら、先ほどそのネオノミコンのお話でも出てきましたが、その画面作り、そうですね、はい、ですね、まさにとんでもないですよね、はいはい、1ページ9コマ割りっていうやつで、この9コマの、はい、あ、これ一旦、ね、はい、これね、1ページ9コマのこの割り、はい、で前と後ろが対象になっている、はい、あの有名な有名かとかね、はい、あの、はい、フェアフルシンメトリーというね、はい、そして途中でなんだかあのよくわからない相話が始まり、そうそう、これは一体どこにつながるんだろうと思って読んでたら、つながったっていう声みたいな、ね、あの青い人がね、はい、青い人がこうあの行って、海賊の話もずっと読まなきゃ、そう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 、この話何なんだろうなと思って、細かい話が全部実はこの一つ、はい、まあ、これですね、フェアフルシンメトリー、はい、この回、ね、フェアフルシンメトリー、そうですね、まあ、海賊だったりそのドクターマンハタンが火星に行って延々と、まあ、昔このこれをずっとやってるやつとかね、はい、の話とかが、まあ、これ全部あのこうピタッとはまり込んで、はい、あのまさにこのでピタッとはまり込んであの精密な時計のようにはまり込むっていうと、これ実は時計がモチーフになってるんですよっていう、憎らしいぐらいうまいんですよ、これが恐ろしいですね、うん、なんかね、これ読んでると自分もちょっと、ね、賢くなってですよね。それは あれと一緒でね、だからあの市民権を見たとみんな自分も映画やりたくなるみたいな同じパターン の一番怖いやつ。まあこれはともかく本当にあの傑作なんで、はい、うん、これ何がすごいってね、あのこれなんかあのグラフィックノベルとして、はい、これ今未だに一番売れてるんだって、一番売れてるっていうのは毎年ベストセラーリスト作るじゃないですか、でそのコミック、まあ、もちろん新刊じゃないからベストセラーリストに入らないんだけど、はい、ベストセラーリストの1位にあるグラフィックノベルよりもウォッチメンの方が毎年売れてる、いまだに売れ続けてる。でも税金払えない、まあまあそれでも、まあ、払えないこともあるということで、そういうことです、いろいろなお金使ってんだよあの人は。さあ話は後でしますけど、無駄金、無駄金とは言わない、無駄金じゃない、まあ、趣味のお金が、買っちゃうから、そうそうそう、それはしょうがないですよ、うんうん、いや多分なんか、ね、か変な魔導書とか買ってるよね、まあ、それはしょうがないです、もうそれは欲しいんだから、しょうがない、それは必要気でもつってもだけどそのね、やっぱりそのハリウッドがオファーしてくるギャラに比べたらね、まあまあ、それはね、うん、またあの出版のギャラですから、やっぱりそうそう、ね、確かに、うん、そんなにはねっていう、まあ、今ちょっとウォッチメンについてお話ししてた、それで一回終わっちゃうぐらいなんで、ね、うん、あれなんですけど、はい、まあ、皆さんにもぜひぜひ読んでいただいてと思うんですが、はい、まあやっぱりそのちょいちょい映画の話が入ってくるな今日はっていう、まあ
まあその映像化不可能と言われた原作に挑んだ男がいた、はいね、はい、みんな大好きザック、ザックまさかザックが、ね、ザックが、はい、やりましたね。まあね、それこそテリー・ギリアムや誰かがみんなして、はいはいはい、一生懸命映像化に取り組み、うん、確かテリー・ギリアムはあのアラムはその人に話聞きに行ったらしいですよね。やめといた方がいいよって言われたらしい。そっかって言ってやめたっていう話がありますもんね。まあ、テリー・ギリアムがやったらね、テリー・ギリアムのウォッチメンになっちゃうし、うん、全然違うものになったと思うんですよ、ね。まあ、でもその時点では多分ムーアは怒らなかったと思うんですよ多分ね。テリー・ギリアムなら多分ね、同居人、まあ、独居人じゃないけど、まあ、いいかっていうことになったと思うんですけど、うん、まあそれができなかったところでいろいろ、はい、そして紆余曲折を経てザックですよ、うん、やっぱりちょっとまあなんていうんですか、今となってはかなりの水と油感が、まあね、まあ、あの冒頭は良かったですね、うん、冒頭は素晴らしいですよね。最初のだからオリジナルのとこだけ良かったんですよ。だからあのミニッツメンのとこだけいい。そうですね、ミニッツメンのとこだけいい。そこは良かった、あそこは何度でも何度見ても素晴らしいですけどね、本当に少なくともその泣けるしね、本当に、うん、まあ肝心な、まあ、まあ、そのとっても肝心要のまあそのなんか一番改変しちゃいけないとこを改変したなザックって思いましたけど、ね、はい、イカ問題がありますけれども、ただまあ頑張ったんじゃないかな、決して嫌いにはなれない作品です、ウォッチメン、ね、まあ、あとあのイカはね、でもあのこれもだから実はクトゥルなんで、はい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 、宇宙の果てからイカがやって、巨大イカがやってくるっていう、まあ、これクトゥル神話なんですね、うん、実はね。なるほど、今回にもつながる、うん、そうそう、この頃からまあ実はやっていたという、はい、実はね、あの憎めない作品実写版ウォッチメンでございますザックは頑張った、ね、で、イカといえばこっちはイカ、こっちはイカっていう、どういうことだろう、リンドルフのウォッチメン、はい、これ僕好きなんですよ、テレビ版これね、面白かった、面白かった、ね、面白かったですね、うん、まあもうでも、まあ、スピンオフとしてってことだけどね、もちろん、うん、それでこれはいいとかいうことじゃない、ないっていうか、はいはいはい、別に映画化してよかったってとかね、ムーア先生にちょっとお金あげる方法はなかったのかなとかいろいろ思いますけど、そうですね、うん、ただまあ、 あのリンドルフが本気だのは分かったから、うん、いいかなっていう感じではありましたね。あとね、うん、第4話だったっけ、第4話の副題がガタガタ言うんだったらお前らが話作ってみろみたいな、そういう副題なんだ よ、 あよお前よっぽど追い詰められてんだなリンドルフと思ってでもあのフーデッドジャスティスのオリジンの話がめちゃくちゃ良かったですけどね、これ ね、あのエピソードが僕一番好きでした ね、うん、まあ、それね、すごい盛り上がったのが、まあ、これはいろいろあるんですけど、はい、まあ、少なくともザックよりは俺は紳士だよねというのは、うん、やっぱり今の話で、うん、今の問題を扱うものとして作っている、はい、でウォッチメンは当然あれがあの出た時にはその冷戦の時の冷戦の真っ最中で核戦争がっていうのがあったからああいう話になったわけで、それはだから今やってもしょうがないんだよね、うんうん、まあ、それはだからその時代劇になっちゃうところですね、そうそうそう、うん、だからあくまでも、 でも今の話として作るんだっていう部分はまあ買いたいなっていう意思はね、そうですね、まあ、ただやっぱり難しいよねこれ、そのそういうところはそのフーデッドジャスティスとかさ、そういうのはいいんだけど、うんうん、やっぱりあの青い人が出てくるとさ、お前バカかっていう話になる、うん、ちょっとね、そのなんかそうなんですよ、あのドクターマンハッタンが人間の世界を捨てて、うん、あっちに行っちゃったっていうところがすごくやっぱりグッとくるあたりだと思うんですよ、うん、ウォッチメンオリジナルの方はね、うん、でもあの人はもう帰ってこない、うんうん、でも帰ってきちゃったじゃんみたいな、そうそうそう、あれはちょっとね、確かにちょっと女好きかみたいな、ね、そうそう、でなんか同時期にこの頃ですかね、ちょっと先行してたのか分かんないですけど、あのまさかのウォッチメンワールドと DC ユニバースが激突するという、はいはいはい、なんだっけな、あれドゥームズデイクロック、ドゥームズデイクロック、随分一生懸命読んだんですけどね結構面白いとか言って私も読みました、うん、もう読んだ、ただそのドラマのね、このウォッチメンもそうだしドゥームズデイクロックも読んで、ね、そうなんですけど、ね、結構面白いなとか言って見たり読んだりしてると、やっぱりでもこの辺ちょっとやっぱあの人のね、ちらちら、ひげがちょっとちらついて、これバレたら怒られるな、きっとな、みたいな。そうそうそう。ニヤニヤ読んでるとかも、ね、そう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 。そうこらなんて。多分俺も呪われるんだろうな、とか思う、ね、まあ、読むだけで呪われないと思う、はい、うん。大丈夫。そうだ、ただなんか、ドゥームズデイクロックもですよ、あんまりネタバレにならないようにお話ししますけど、あれも結局なんかドクターマンハッタンのなんかこう、名誉回復みたいな話になってて、うんうん、なんでみんなそうしちゃうんだろう、みたいな。そうなの、ね、うん、いなくなった世界でいいじゃんね、っていう、ね。そうそうそう。
そうそう、確かね、なんかね、まああのあれはあれで楽しめますが、星になっちゃったな、ちょっとそれはなんかちょっとパスティッシュっぽくするところが嫌だったよね。ああそうですね、うん、いやまあその辺はリンドルフの方が潔いなと思ってと思いました、うん、はい、というところでございまして、はい、はい、というね、みんなオッチメン、はい、みんな大好きオッチメン、はい、はい、そして出ました、はい、まだまだ DC コミックとの仕事が続きますけれども、はい、これは有名どころですね、キリングジョークね、まあ、出ました、はい、うん、ね、そう、これはまあこれは実はワンオフ、はい、ワンオフって、まあ、要は一回きりの話として書かれた、あのまあ、一回きりだから何でもありっていう話になるはずだったんですけど、うんうん、まあ、これ何を言ってるかというと、ここで、ここで、のジョーカーの行動があまりに衝撃的で、うん、それであの生死にそのコンティニューティの方に取り込まれちゃったんですよね、はははは、あの要は、そのバーバラ・ゴードン、あの、はいはい、ゴードン本部長の娘を襲って脊髄半身を打って、はい、またレイプもされてるんですけど、半身不全にしてしまった、半身不全にしてしまった、うん、だ その後その彼女はあのメインの方の漫画でもオラクルっていう名前で、はい、車椅子で、うん、あの検索とかをしまくっている、うん、でそれまではその、バッドガールだったんですね、この人ね、この子ね、はい、バッドガールとしてあの外で活躍してたんですけど、うん、あのインドアの人になってしまった、うん、まあ、なんかまた変わったのかもしれないですけど、うん、はい、まあ、そういう時期があったぐらい、そのある意味バットの歴史を変えてしまった、まあ、一作ですね。いま、うん、未だにやっぱりだから80年代 そのダークナイトリターンズ、バットマンイヤーワン、キリングジョークあたりっていうのが、はい、なんかこうまず出てくる感じですよね、バットマンコミックの話をすると、うん、その後もずっと続いているにもかかわらずっていう、まあ、はい、難しいところがあって、うん、まあ、ミラーはね、要は言ってみれば最初と最後書いちゃったりってところがあって、はい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 、ずるいからあの人、うんうん、どうしてもあそこが一種の、まあ、ミラーとあのアラン・ムーアが与えたインパクトからどうしても抜けらん、まあ、その後いろいろ変わってるんだけど、はい、何かっていうと出てきちゃいましたよね。そうですね、うん、でその映画はそれをそれっぽい風にやるけどもど真ん中でやんないから、うん、そうそう、いつも何かしらモヤモヤが残るみたいなところはあるな、あれは。いや、ちょっと余談ですけどね、うん、バットマン対スーパーマン、はい、ジャスティスの誕生ってまたザックですけど、はい、またその話か、うん、またその話かっていやいやあれでも良かったなって思うのはですよ、うん、ザックが、うん、俺好きなコミックあってあれやりたいんだっつって、うん、ダークナイトリターンズのいいところをこうバーンと絵にして見せちゃったから、はい、それまでって結構ね、映画作家、映画監督とかがね、うんうん、僕はねコミックといえばね、やっぱダークナイトリターンズだねみたいな、誰のことだ、いや、みんなそう言うんですよね大体ね、うんうん、でまあなんかちょいちょいまたその話ばっかして、なんとなくそれっぽいことばっかみんなやるじゃん、ぽいぽいやつ、ぽいやつ、そうそうそう、あ、またそれっすかみたいな、うん、そしてザックがもうバーンと少なくともいいとこを絵で見せちゃったから、うんうん、その後あんまりみんな言わなくなったなって、ちょっとやりづらいあるしなみたいな、ね、そう、ザックありがとうっていう話、うん、で、はい、余談でございましたけど、はい、なるほど、はいはい、でもまあ DC で仕事をしてましたが、はい、そろそろやっぱりあれですか、いろいろとこう、はい、衝突があったりした感じなんですかね。そう、あと、まあ、オッチメンの後ですね、はい、オッチメンのところで、まあ、DC と、うん、なんかプロモグッズとして、うん、まあ、要はその、オッチメンで写真に出てくる血のついた、はい、あの、はいはい、スマイルマーク、はい、スマイルバッジを、はい、あれはだからそのプロモーショングッズとして作って DC が売ったんで、それ印税をごまかしてんじゃないか、うん、お前らと、なるほど、プロモーション、プロモーショングッズにして多すぎんだろうっていうことで、それで怒ったっていうのがそもそものきっかけですよね、はいはいはい、割とそこなんですね、しょうもないってしょうもないです、でも結構あのお金的にはね、だし、うん、そのまあ、ムーアは基本的にはそのほこりを傷つけられると怒りいかないんですよ、なるほど、当たり前ですね、うん、でそのあの要はコミックサッカーの権利っていうのも、うん、要は自分の誇りであり作品に対する敬意の問題なんで、うん、だからそこに関して、うん、要はその、どうせコミックサッカーなんか分かりゃしねえだろうみたいな感じで舐められる、ね、舐められると怒り狂うというね、正しいですね、なるほど、なるほど、なんです、はい、はい、まあ、ちょっと時間は飛びますけれども、96年フロムヘル、はい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 、はい、もうね、これ必須の対策ですね、これはもう本当に、はい、これはね、まあ、これ本当すごい話で、うん、はい、なぜかここに
あります。これはね、すごいですね。これうちにもありますけど、何回読んでも飽きない、飽きないです、うん、びっくりしました。夜と霧でおなじみみすず書房から、はい、みすず書房が出した初めてのコミックなんで、びっくりしました、ね、それで話題になったんですね、実はね、はい、メールはとんでもないですよね、本当に。これもそう、あ、そうで、これ、あの、これとても大変で読めないってめちゃくちゃ言われまくるんですよいろんな人から読めないんですよ、どうしたらいいんですかって言うんですけど、うん、まあ、それは私の対処法としては第4部飛ばしなさいって。なるほど、そういうね、第4部飛ばして後から読めばいいから。なるほど、分かんないからね、これね、はい、そう、まあ、第4部っていうのは要するにこのガル博士がロンドンを、うろうろして、あの業者を連れてうろうろして、あのホークス、ニコラス・ホークスモアという建築家の、建築について、あの延々と強靭の御託を、公爵を垂れまくるっていう、あのとても辛いシーンがあるんですけど、これは僕も最初に読んだ時は、あの要するにリーフっていうかバラで読んでたんですけど、いやずっと買ってたんですけど、4巻でしばらく止まってたっていうぐらい、ここは結構ね、あの剣が峰なんですよ。ここは乗り越えるかどうかが大きいんですけど、あのこれはいろんな要素があって、さっきも言ったその、構成というか、そのまさにこの実はその一番難しい第4章のところっていうのは全体のエッセンスになっていて、でここに書いてあることは実はこれをで物語全体で繰り返してるんだって最後まで読むと分かる、だから、まあ、飛ばしてる時は最後まで書いて読めばいいんですけど、ね、あ、なるほどね、うん、はいはい、そう、でそういうその、まあ、一種ホログラム構造的な構造になっている、うん、で、し、あの、あと同時に、そのガノ博士が、まあ、これはこの話の肝っていうのは、切り裂きジャック、まあ、ガノ博士ですけど、はい、がやっていた行為っていうのは、これは一種の魔術的行為として、うん、20世紀、これは19世紀の終わりですから、うん、殺戮の20世紀というものを召喚する儀式だったっていう、うん、でこれは多分さらに言えば、その多分俺もだよっていう話ですね。ああ、そういうことだね。そう、だから自分のせいで、そのコミックの歴史がだいぶ変わっちゃって、うん、あの血と、グリーン&グリッティの時代になってしまったっていう、それ実は、まあ、あの俺もそうですっていうことを多分密かに思ってると思うんですけど、まあ、あのそういうことも含めて、それをその魔術行為として、これが多分あのムーアが最初に意識的に書いた魔術コミックですね。でもあれですよね、だからあの後で出てくると思いますけど、あのリーグオブエクストラオーディナリージェントルメン的な、はい、そのだから時代が交錯するところで、あの、なんだろう、まあ、言っちゃう例えとしてはあれかもしれないですけど、だからそのヤングインディージョーンズみたいなもんで、はいはい、その時いた人同士には、うん、にコネクションを持たせることができるっていうこともめちゃくちゃやってる、うん、あの、うん、あれがね、うん、ジョン・メリックが出てきたりとかね、うん、はい、あとヒトラーが、そうそう、ヒトラーが親が妊娠した、妊娠した時何が起きていたのかっていう、でもあれはね、ゾッとしますけどね読んでる時は。そうなんです、面白い、うん、あとこれはあとホイでおまけとして最後についてる、はい、このカモメ捕りのダンスって、ガルってカモメと思うんですけど、これが、はい、あの、まあ、要はその、切り裂きジャック犯人見つけ歴史のついてのコミックが、これが本当20ページ24ページか、うん、のおまけコミックなんですけど、これが素晴らしいんですよね。もう本当に、ね、これを読むためにこの長い漫画を読んできたぐらいの感動があって、はい、これに関しては本当にあの、すごいんで、ぜひこれ読み直してもらうといいと思うんですね。これぜひ皆さん、これでも翻訳するの、これ10年ぐらいかかってるんだよ。そんなことない。これいつまでやっても終わらないですよ。終わらない。これ本当終わらなかった。これ死ぬかと思いました。また書いてる中は内容が、まあ、まあ一応ね、これ最後にこのものすごいさ、はいはい、作品がついてて、ここでかなり解説してくれてるんで、だいぶあれですけど、それにしたって分かんないよねこれっていう、うん、いや前半訳してる時はさ、何のことを言ってるんですかっていう、はい、感じですね。あとその脚中も翻訳しなきゃいけないっていう、ね、そう、これ読まないと分かんないですからね。もうやっても終わらない、地獄だよね、すごいな。全然終わらないんですよこれが、はい、まあ、そういう大変な作品で、うん、フロムヘルでございますけれども、まあ世の中ね、あの無謀なことする人たちがいるもんで、はい、2001年に
映画にしちゃった、はいはい、しちゃもう本当にこれしちゃったとしか言いようがない、しちゃったとしか言いようがない。まあなんていうんですか、キーワードで聞けば合ってる、ロンドン、そうそうそう、切り裂きジャック、うん、あとなんか超能力、超能力、それは合ってるって言わないけどね。でもあのこれ俺はでもこれの時はこの別に恨みないですけど、このヒューズ兄弟が、はい、あのまあ、彼らアフリカンアメリカンって言うんですけど、うんうんうん、あの要は俺たちは分かったわけ、19世紀ロンドンっていうのはフッドだ、違うだろう、あのね、違いますそれはあのそういうことじゃない、ゲットだみたいなこと言ったんですよ、でいや違くてみたいな、あのそういう時にあこれはそういうことじゃ、だから困った方ができるなと思ってすごいあの怖かった。だからまさに困った方ができた。ジョニー・デップノリノリだったらしいですけどね。はい。うん、かね、はい、まあ。イアン・ホルムにも救いきれなかった。はい。うん、ということで、はい、だんだんまあね、あのアラムの眉間のシワもどんどん深く、ひげも伸びちゃう感じで、はい。でまあそんなことがありつつも、はい、ちょっと時間は戻りますね。はい。90年の作品、はい、何でしょう、ビッグナンバーズ、また現物が出てきましたね。出てきましたね、はい、これです。これはあの、アラムーアの、はい、まあ、そのマッドラブっていうのは、アラムーアの出版社、個人出版社、ノーサンプトンです、うんうんうん、だから地元ノーサンプトン、うん、だから自費出版なんだよこれ、はい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 、で、まあ、だから好きなことをやるよって言って作ったんですね。これはね、これはめちゃくちゃ実は野心的なプログラムで、ね、全、これ見てよ、全12巻、はい、で、まあ、だから1巻でしょ、本当だ、これ2巻がこれ、おお、はいはい、そうそう、全部集めたらね、うん、ね、綺麗に揃う、2冊しか出ないけどね、うん、でこれが、9コマ、あ9コマね、だから12コマ、はいはいはい、4の3年でこれ第1章で、これがね、で登場人物があの、まあ、メインの登場人物いて、うん、10何人いて、その登場人物と12巻で、まあ、間に何が起こるのかっていうのをこうマトリックス図を作ってバーッと書いたすごいスクリプトがあるんですよ、ムーアの書いた、だムーアは完全に出来上がってたんですけど、うん、これあの絵を描いてるのが、ビル・シンケビッチっていう、はいはいはい、こちらはこちらで大変な記載、そうですね、シンケビッチは、はい、なんだろう、あの X-Men の、ニューミュータンツのクマを、はいはい、ミュータントベアで同じ、そうです、そうです、はい、あとはあの、ね、エレクトラ、ね、あそう、エレクトラ写真、はい、あのまあ、記載と言われる人で、この人の絵もすごいですけど、まあ、いろいろ、はい、でこのですね、多分2巻目、これ9コマの連続なんですけど、うん、あこの人が俺あの絵は分かるな、知ってるでしょ、このコマとかくるってるんですね、これですか、このクマ、だから要は9コマが、うん、で人物がこういうふうに話を進んでいくんですよ、こういうふうに、はいはい、なるほど動くのに合わせてっていう、すごいですね、この回ってね、そうそうそう、1枚の絵になってる、すごいですね、これどうやってっていうか、この画面設計もすごいんですけど、うん、こういうことをやるような人だったんで、うんうん、でもこの人自身も結構癖が強い人で有名だったんですけど、うん、まあ、要はあの、まあ、お金の問題もあったとは思うんですけど、お金の問題以上に、はい、最終的にはシンケビッチがムーアの要求について付き合う、きれなくなった、なるほど、で、それで降りちゃったということらしいんです。実は第3巻があるんだよ、おあるっていうか、幻の第3巻っていうのは、はい、実は、ネットで探してもらうと出てきますけど、おあの、第3巻の絵までは実は人気者が描いてたんで、うん、だからそれ作ればできるはずなんだけど、今からでも遅くないから第3巻出してくんないかそして誰かが続きを描いてほしいんだけど、もうね、絵があるけど製本されなかったってこと、いやいや、だからまあ印刷までいかなかった、あの絵は描いたけどその文字を入れて、うん、あの製版するところまでいかなかったっていう、幻の第3巻、幻のですね、だから幻の第、これも本当あの当時の80年代、まあ、90年代だな、はい、の、あの、アメコミファン的には、うん、ムーアとシンケビッチっていうのはかなりすごいですね、もうあの夢の組み合わせですよね、うんうん、やっぱり夢のままで終わってしまう、うん、やっぱちょっとお互いね癖がすごすぎた、強すぎたといういまだにこれをもちゃんと持ってですね、持ってです、3巻目出ないかと二果ての夢を、二果ての夢を、はい、さあどんどん参りましょう、お
さあそして90年、はい、もう一本これは何ですか。18禁と書いてありますが、はい、ロストガールズ、はい、これはエロティカですね。はあ、これは不思議の国のアリスのアリス と、はい、とピーターパンのウェンディ ー、はい、とオズのオズのドルシーの3人が、はい、あのまあ、それぞれ年は違うんですけど、はい、大人になって、はい、で、彼女たち の、 その、まあ、冒険を、はい、まあ、3人が、年を取っただけで第一次世界大戦前夜の、はい、ウィーンのホテルに集まって、はい、そこで、まあ、あのいろいろセックス絡みの遊びをするという話なんですけ ど、 なるほど、まあ、この要点は、まあ、要はその、彼女たちの不思議の国の冒険、はい、で全部セックスファンタジー、セックスファンタジーだっていう押し替えちまった、ね、はあはあはあ、そうそう、で、まあ、あの、まあ、アリスはまあそうじゃないですか、うん、まあね、あの知っての通りある、はいはい、あのドジソン先生がいろんなことを、はいはい、もちろんそれは、うん、はい、でドリームチャイルドというゴミというか、そうなんですよ。で、ウェンディーはあの、だからあれもなんだっけ、だドロシーはだから、まあ、カンザスの田舎で、はい、あのいろいろなその牧道とかとセックスしてるっていう話が、はい、まあ、あのかかしだとかなんとか橋に変換されている、はいはいはい、ウェンディとかだってなぜ空を飛べるのかとかね、うん、そうそうそう、いろいろ考えるとですね、不思議の粉とかフロイト的な話、いろんなこと言いますからね、はあ、そのだからその不思議な、そうやって、うん、そういう時、それっていくらでも考えようのあることをこうやって実践作品にしたってことですよね、うん、それはね、うん、これは絵を描いてるのがメリンダ・ゲビーで、はい、ムーアの奥さんの人で、うん、あのパートナーの人ですね、うんうんうん、なん で、 あのですごいあの本当にいろんなあのそれこそ、アール・ヌーボーのパスティッシュみたいな絵を描いたりとかして、うんうん、超絶技巧で結構すごいんですよ、はい、で分厚くてすごい重い、うん、ハードカバーで3巻本で出てます、うん、そうこれはちょっとね出したいんですけど、出したいですね、うん、18禁、これ出た時柳下さんにお勧めされて買ったら異常に重くて持って帰れない持って帰れない重いまあでもこれなんかもやっぱりそのメタというかそのフィクションの、うんうん、まあなんていうんですか、だからまあアラン・ムーアもう一人でなんかスーパーロボット対戦みたいなことよくありますよね、そのなんかね、まあこの後出てきますけど、はい、あのリーグ・オブ・エクストラ・オーディナリー・ジェントルメン、ドーンと出てきますけどね、はいはい、それはまさにそれと同じで、その、はい、括弧の、はい、フィクションのキャラクターを使って、うん、まあその新しいことをやらせてしまうっていう、うん、あるいはその物語の本質的なことを、うん、そのキャラクターを使って、うん、あの勝手に書いちゃう、これが本質だよって言っちゃうっていうのがあって、はい、それはそのさっき延々と彼がやってきたちゃぶ台返しっていうのも多分同じことですよね。なるほどなるほど、うん、実はねっていう、だからそのなんだろう、そのすごいですね、だから批評と一体表現が一体になってる感じですね、うん、本当に。そう考えるとね、最新作、まあ、ネオナミコンもそういう流れなのかなという気がしますね。そうそう、批評性が入ってるっていうところ、うん、さあそして出ました、はい、出ましたね、はい、ABC、 これ面白いですね。 ABC はアメリカズベストコミックスですからね、すごいタイトルですよね。で ABC っていうのは、5タイトルかな、はい、かなんか出たんですけど、これはその、トト・マクファーレンが、うん、あのさっきも名前出ました、彼が、スポーンでお金を儲けたんで、うん、で、まあ、そこで、あのじゃあムーア先生に好きなようにメインストリームの漫画を書いてもらおう、はい、つまりもう、まあ、要はこのクロムヘルとかはもちろんいいんだけど、はい、全然そのいわゆるメインストリームコミックでなくなって、うん、あのスーパーヒーローとか絵のないところであのアートコミックを書くようになっちゃったから、ね、はい、そうじゃなくてこうガッとど真ん中でど真ん中でやってくださいよ先生っていうことで、はいはいはい、まあ、スポーンで儲けた金で、うん、ABC コミックって作って、そこでムーアが好きに、うん、やっていい、やっていいっていうのをやったんです、うん、その一つがトップ10、はいはい、まあ、ここから何本か出てきますけど、うん、でそれはねいいことやったんですけど、それはいろいろそれがまた後に揉めて大変なことになるんですけど、揉める揉める、そこがマクファーレンはねの爪が甘いところで、ね、トップ10めっちゃ面白いですけどね、うん、この頃はそうですよね、マクファーレン、あとジム・リーとか、はい、あとそのちょっと前はまさにロブ・ライフェルドとかと仕事をしてですね、ロブ・ライフェルドとアラン・ムーアってすごい組み合わせですよね、なんかね、
あの顎のなんていうんですか、広辞苑と絵本みたいな取り合わせですよね。大ヘルトが絵本ですよと偏差値が80ぐらい違うんじゃないかみたいな。はい、でもまあ割とそのこの頃はね、なんかでまあこのあらすじなんかすごいですね、うん、笑いと涙とパロディ満載のスーパーヒューマンポリスストーリーなんてアダム・ムーアが書いたと思えない作品のこの紹介ですけど、これでも面白かったです。はい、コメディですね、警察コメディだから、はい、そう警察コメディですね、うん、ぜひ読んでください。そうそう、ジム・リーのね、これだからまあまあでもこれ回り回って、DC コミックとまた仕事したってことなんですね。そうそう、っていう話ね。 ABC って DC コミック参加でしたから、うん、はい、まあ、この時はまだ違ったんですね。そうか、その後ね、あね、プロメテア、さあそして出た、はい、問題のプロメテア、問題のプロメテア、はい、これはあの魔女っ子漫画、魔女っ子漫画、はい、はい、ですね、これいろいろ問題があるんで、これちょっとまた持ってまいりましたよ。さあ、これ翻訳も3巻まで出ておりますよ。はい、これはね、翻訳がね、はい、あのこれは小学館、集英社、はい、小学館プロダクションから、うん、で、僕大体漫画に関しては、やりたいんですけどって言って、はい、まあ、どうせでも誰もやってくれねえねと思うと、うん、どっかから声がかかるというパターンなんです。はいはい、で、あのフロムヘルもそうだった、うんうん、フロムヘルも、なんだっけ、なんかどっかの文芸誌でやりたい漫画、フルムヘルって、やりたい漫画っていうか、これから翻訳したい仕事、フルムヘルって書いたら、みすずの編集者から電話があって、うん、やってくださいって言われて、うん、マジですかみたいな話だったんですけど、はい、これもあの小学館の人に、はい、から、あのいや、ABC、あそこ DC と契約してるんで、ABC できるって言われて、あ、じゃあプロメテア、プロメテア大好きなんです、やりましょうって言われて、うんうん、本当ですか、うん、とあのトム・ストロングとかじゃなくていいんですかって思わず聞いちゃったっていうですね、ぐらいの、もうちょっと分かりやすいやつ、分かりやすいやつでいい、ありますけどみたいな、一番これハードなんで、ある意味、はいはい、でこれはあの、まあ、魔法少女って本当に魔法、はい、魔術師に、あの女、魔術師になろうとする女の子が、うん、魔術師になろうというか、たまたま、プロメテアっていう精霊を、はい、その自分の身に下ろしてしまったあの少女が、まあ、その魔術の修行をしてですね、うんうん、あの最終的には世界を終わらせるまでというストーリーですね。であの、はい、今残念ながらこの2巻が品切れ中ということなんで、はい、あ、そう、はい、そう、ぜひちょっとあの2巻が一番実は寛容のポイントだったりするんで、はい、ちょっと小プロさんにはちょっと増刷をお願いしたい、ちょっとお願いします、お願いしたい、なんかプレミア価格ついちゃってます、ぜひお願いします、そうなんです。でこれはその2巻がなんで寛容かっていうと、うん、2巻はこれあの、まあ、あのセフィロとの木というね、セフィロとの木、はいはい、あのいわゆるカバラの、カバラの、はいはい、呪文を、下からっていうか、こうなってやつですね、そうです、はい、あれをこう順番にセフィロトを、登っていって最終的に頂点まで達するっていう、そのこう魔術、儀式魔術の修行があるんですけど、それを順番にやっていくんですよ。なるほどなるほど。でこれを読む、大体これを読んでですね、うん、あのいろいろ学習すると、まあ、大体何やったらいいか分かることになって、君も、はい、君も魔術師になれる。そんな、なるほど、そう、いや、いいんじゃないですかね。そうそうそう、うん、でね、このこういうね、これめちゃこれがまたムーアがやっためちゃくちゃなページで、はーはーメビウスの輪を歩いてるんで、うん、100万回このページをぐるぐる回り続けなきゃいけないという、なるほど、そういう終わらないページなんですね、終わらないページがあったりとかで、こうやっていろいろあって、うん、最終的にあの最終巻第32巻ってのがあるんです。でこれが、はい、これあのこれ実は本当は元はここにあの、なんていうの、閉じがあったんですけど、はいはいはい、外しちゃいました、はい、なんでかっていうと、はい、これ32巻 のこういうページで、はい、これラップパーティーっていう、はい、ラップ打ち上げなんです。こちら辺でこういうページがあって、これを順番にこう上下逆さまなんですよね。何ですかこれは。あ、だから折り、これあの印刷のあれってことですか。そう、なるほど。これだから裁断する前ってことですよね、普通に考えたら。そうなんです、はいはい、なるほど。でこうなって色違うでしょ、うん、でこれは実はこれを全部バラして並べると、
はいはい、1枚のポスターになるんです、裏表で。うわぁ、何やってんの、長谷屋のお茶漬けの付録みたいな。それが、まあ、それここにあと、はい、ミニポスターとしてこう、はいはい、第3巻の最後にちゃんとねついてますけど、面付きで遊んでるってことですね。面付きで、そうそう、うん、これこういうページなんです、裏表が。ああ、なるほど。実はだからこのページも、これもこれは単行本なんで、はい、単行本ではその上下を正しく印刷して、あ、そうそう、実はあるんですけど、そうすると意味がなくなっちゃうですね。意味がなくなっちゃう、遊びのね、うん、なるほど。元の本だと、はい、なんで逆さになってるのこれっていうと、こうなるため。なるほど。で、だからこれは一応これバラして並べてみたらちゃんと なるよっていうことを証明、そうそう、やってみるために、間違ってなかったっていうね。そう、まあ、でこのぐらい、まあ、そのこういうその巨大な、まあ、一種のマンダラ、マンダラです、マンダラとして、まあ、マンダラとしてこの物語を語るという、うん、まあ、これ物語の中で語られていることを全部このページにまとめてるっていうことなんだけど、ほう、まさにさっきのこれが、まあ、コアとして同じことを何度も繰り返してやっていくのの、はい、まあ、これ究極の形ですよね、ある意味。これはなんかね、なんかある日、はい、あの、まあ、武田先生はよく、はい、あの、ある種の何かを食べたり飲んだり吸ったりしながら瞑想とかをするらしいんですけど、はい、そういう瞑想ならいくらでもやりたいですよね。そうそう、ある日、そのある日の瞑想でハッとこの図が思い浮かんだ。なるほど。ただの妄想じゃないかよっていう。いや、でもやっぱほら、なんかこう、あの、半覚醒でリラックスするとき一番浮かびますから。なるほど。それでね、バッと思い浮かんだ、これだ、エユレカって言ってこれでいきなり書いて。お風呂から飛び出して、いい、はい、うん、さあ、というプロメテアはまだまだ、はい、西洋ではこのプロメテアという、はい、イギリスでは、あの、魔術やりたい子が入門書で読む、あらーねー、うん、もう教材ということですね。だから、うん、ってことは、これ翻訳版もまだまだ、1巻3巻は発売中ですから、皆さんもこれで魔術がわかるっていう、まあ、魔術って言ってもね、いろいろある、いろんな流派がね、いろいろありますね、はい、っていうことでございます。だからカバラってことですよね。そうそうそう、あの、ムーア先生はあの、クローリー、うん、まあ、あの、クローリー、クローリー式の儀式魔術ですね、古式ゆかし、はい、儀式魔術派なんで、はい、まあ、そちらの方ですね。まあ、でも、まあ、普通儀式魔術ですからね、うん、あの、そうそう、それはね、うん、まあ、瞑想とか、あの、そうそう、でも魔術と魔法と間違えてる人がいるんで、あのソーサリーとマジックは違うよってことは、うんうんうん、あの、今最近口を酸っぱくして言ってるんですけど、うん、ソーサリーってあれでしょ、なんかこう、ソーサリーっていうのはなんていうの、こう、あの、漫画的だから、ドクターストレンジはどっち、ドクターストレンジはソーサリーでしょ、そう、はいはいはい、マジックって何です、マジックってなんか、あの、帽子から死んだ鳩を出したりするんです。だからそれとマジックには本質的な違いが実はない、はい、うん、っていうことなんですよ、そこはね、まあ、それはちょっと、まあ、別の機会に言いますけど、ちょっとね、はいはい、まあ、いいとして、はい、掘り下げていきましょう、掘り下げていきたいですね、はい、はい、なので、プロメテアはまだまだ発売中、まあ、実はでも、その、そう、心理的なものが常に、はい、うん、常にメンタルのものがある、メンタルのもの、そうそう、うん、今だから、今2巻が品切れ中なんで、はい、ちょっと高いなんで、皆さんがここで1巻3巻をバシバシ買っていただければ、そう、そう、やってくれ、出してくれって言えば、もう2巻も増刷してほしいということになりますから、ぜひ買ってください。はい、そしてそうですね、はい、また作品に戻ります、ね、ABC の、はい、これ ABC のでトム・ストロング、これが多分一番分かりやすいヒーローものですよね、その、はあはあ、これドクサベッジとか、はい、そこら辺へのオマージュとして作られた、で、まあ、そのアラン・ムーアがの、あの、そういう黄金時代のヒーローコミックへの、まあ、愛情というか、それ大好きな、実はあの人、まあ、いろいろ言われるんですけど、はい、実はそういうのが一番好きな人ですからね、はあはあはあ、素直にね、うんうん、あの、一番好きなヒーローはスーパーマンです、はい、そうですよね、うん、あの DC で、まあ、そのなんかキリングジョークとかのことはよくね取り沙汰されますけど、はい、あのスーパーマンのワンショットみたいなお話も書いてましたですね、ファテーバーハプンとマンのスティールだっけ、はい、あの、まあ、そのスーパーマンに何が起こったみたいな話で、はいはいはい、スーパーマンの最終話、うん、シルバーエイジのスーパーマンの最終話、みたいなことをものを書いて、それが結構、ね、いい話なんですね、いい話、泣ける話、うんうん、割とだからその王道といいますか、ね、そう、ストレートなスーパーヒーロータンっていうのが、これは なんだっけ、そのなんか、ね、頭のね、はい、を頭っていうかその
人間の潜在能力を 100% 使えるようになった男なんですよ、うん、トム・ストロングって、はあはあ、まあ、天才科学者 で、はい、で何でもできちゃうね、うん、で、このサイエンスヒーローっていうのはこれ何、科学のヒーローって書いてますけど、はい、あのサイエンスヒーローっていうのはなぜかその ABC 世界では、うん、これ ABC は一応 ABC の ABC 世界同じなんですよね、うん、はいはい、共通世界で ABC 世界ではスーパーヒーローのことをサイエンスヒーロー、サイエンスヒロインっていう、うん、呼ぶというよく意味がわからないそういう謎の呼称がついているんです。そうでこれも、ゴリラが、ゴリラがいます、はい、あの知性の高いゴリラ、はい、ゴリラ元から高いですからね、うんうん、とにかくみんなゴリラ大好き。これすごいね、あのストレートに面白く、はい、面白いですよ、うん、でプロメティア読んでるとプロメティアの最後に実はトム・ストロング出てくるんですよね、あのクロスオーバーになってるっていう、うん、いやそういうのも本当は好きなんだよね。本当は好きなんですよ。だからみんなね、あの遠慮しないでもっと頼んだらいいですね。そういう本当に好きっていうか別にこうやって素直に出してるわけだから、うん、やっぱりそのパブリックイメージがでかすぎるっていう、そうなのかな、むしろね、あとやっぱりみんなが要所要所でしくじるんでしょうね、なんかね。そうなんだろう ね、やっぱね、でもやってらんねえ っ, ってやっちゃいけないことをやっちゃうんでしょうね、うん、言っちゃいけないこと言ったりするのか、うん、でも家帰っちゃうっていうもう帰る、農産太い、家は帰るそうだから、家は帰るそうだ、家は好きでしょう、間違いなく。さあ、はい、そして、またこちらです、はい、大変なやつ来ちゃった、リーグオブエクストラしてた、ね、でこれも実は ABC だったんですよね、はい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 、はい、そうなのか、うん、なるほど。で、まあ、ABC のラインナップと思うと、はい、まあ、割と実は分かりやすくて、そのパルプヒーローの復活、これもパルプヒーローというか、はい、あの前世紀の、フィクションの英雄たちを使うっていうことで、はい、まああのロストガールズのやり直しでもあるし、うん、はい、トム・ストロングの裏でもある、うん、ということもあって、うん、で、で、まあ、でみんなその想像力の復権みたいなのがテーマ、うん、まあ、プロメティアが完全にそうですけど、はいはい、リーグ・オブ・エクストラオーディナリー・ジェントルメンもやっぱりそういうのがテーマ でこれがそのこれ実はその、ABC で出たのは最初の2巻分かな、うん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 、で第3巻、なんだっけ、第3巻出ましたよね、はい、はい、タイトル出てこない、出てました、出てました、うん、第3巻とかはもうあの、自費じゃない、そのケビン・オニールと、はい、まあ、書いて別でトップシェルフか、トップシェルフで出してるんですよね、はいはいはい、だからそこからはやっぱり経路が違ってて、あのだいぶ、変わってくるんですけど、この時点では割とその想像力 の、 あの勝利みたいなことを訴えてくるドラマっていうのに、はい、まあ、っていうか、まあ、だんだんそっちの方に流れていくっていうかね、うんうんうん、だからそこでだんだん本質になっていくんですけど、うん、で、これは映画、映画がね、映画がね、まただから無謀出た、だいぶちょっとなんかこうなんていうんですかね、映画はね、あの車だけかっこよかった、はい、ね、車はすごい覚えてますよ、誰もいい思いをしなかった、誰も幸せにならない監督スティーブン・ノリントンってこの人だってあれですよ、あのデスマシーンとか、デスマシーンとかね、あと、まあ、ブレイド、あ、そうですね、ね、第一部、うんうん、まあ、結構のね、新鋭だったですよ、期待されてたのに、これなんでこんな映画になっちゃったんだろう、これで実質もノリントンも引退、はい、そして引退というかシャンコネリです、はい、分かったから時にモノマネも入れていかないというショーン・コネリもこれでほぼ引退、そうかという、ね、これしかもさ、これでムーア先生も絶対にハリウッド許さないになっちゃったんで、あの、まあ、映画のせいもあったんですけど、はい、それ以上にあのラリー公演に訴えられたんですよね、はい、ラリー公演出ました、空の大怪獣9で同じ、ラリー公演が一番出てます、ラリー公演がラリー公演がなんか同じようなというか、うん、そのなんかいろんな過去のヒーローが出てきて戦うみたいな話を構想してたらしくて、うんうんうん、でそれのパクリだって言って訴えて、うん、で、まああのラリコインですから大した額言ってたわけじゃないわけですよ、で配給会社は面倒くさいから分かったって言ってお金払って和解しちゃったんですよね、なるほど、それでムーアが怒り狂って、なるほどでムーアはもちろん空の大怪獣9とか見てないですから、はい、そんなどこの馬のものとも馬の骨とも知れないようなやつにわしがそんなやつものをパクるわけがねえだろうって言って、うん、まあ、怒って、でそれにしかも金をくれてやるあのハリウッドは腐っているみたいなことで、まあ、そうですね、怒ってしまったよ、やっぱり、まあ、それはね、あの、まあ、ラリー公演だったらそのぐらいのことあるよねって思うんですけど、うん、でもラリー公演 そこまで小物じゃないですからねいや、まあそうだ、うん、そう思うけどさ、多分間に入ったやつらの問題ですよね、うん、きっとね、うん、多分ね、
まあ、多分ムーアはラリコインの映画見てないと思うんで、ね、コロンボ見てると思いますけど。ああ、コロンボ、ね、うん、そうね、ああ、あの人ってちゃんとね、ちゃんと話せば、ね、話せば、ああ、あの人なんですね、うん、分かったと思うんだけどね、うん、で、でまあ、これが実は最後の漫画になってます、今のところ。あ、まあ、これと、はい、このイゴシアン・ジェントルマンとプロビデンスが、アラン・ムーアが一応コミック引退したと言ってるわけですけど、はい、うん、その最後の漫画がこの、この第4巻テンペスト、ザ・テンペストっていうので、はい、これは、これがですね、なんだっけ、これミナハーカーね、なんと、はい、ミナハーカーとこれエマ、ミセス・エマ・ピール、はいはい、ダイアナ・リーグですね、おしゃれマルヒタンっていうのと、これオーランド、オーランドさん、はい、の3人が、はい、もうあの、もう未来の、未来っていうかもう完全に SF になってて、あの大変な大冒険を繰り広げるという話になっています、はい、あ、この前の間で、ミナハーカーは吸血鬼なんですか。そう、まあ、死なない、死なない、あ、まあ、あと怪力でしょとかでしょ、血は吸わなくてもいいみたいな、そういうことなんですけど、ね、なるほど、でこれがね面白いのはね、あの、実は、これどっかにあるかな、ないな、2巻目か、2巻目の表紙が、はい、2巻目、3巻目か、やっぱ付箋が必要なんじゃないですか。付箋必要です、必要です、すいません、情報量、情報量が、あの、多い、2000、あ、これこれ、これ2000AD の表紙のパロディなんで、はぁ、チャンネルは、で、要はこれ、これイギリスの、はい、あの、知られざる、あの、ヒーローコミックへの挽歌みたいな、そういうのになってて、我々が読んでも何も分かりません、ちょっとピンとこない、うん、分かんない、まあ、てか今の、今のイギリスの漫画読者が読んでもピンとくるかどうかもわからないですよ、正直。だってムーブ、だってこれはそのマーベルや DC が来る前に、うん、あの一瞬だけあった、はいはい、ブリコミの、ブリコミの時代の話なんで、はいはいはい、のブリコミ時代のヒーローが出てくるんですよ、これ。じゃあもう俺たちの青春時代みたいな話じゃないですか、ムーア先生的に。青春時代というか子供の頃でしょ、ムーア先生も多分、はいはい、小学生の頃とかみたいな。さっき飛び出すメガネが挟んだりましたよ、はい、そうです。でもさっき、はい、だからなんかこういうの飛び出します、要は飛び出すんですか、最高ですね、最高ですね。僕はあの、その、あの赤顔で見るもう何でも好きなんですよ、うん、赤顔で見るものは何でも好き、表紙でもちゃんと赤顔をつけて、あのさっきだからそのアラン・ムーアがそのポストモダン的だって話だったんですけど、うん、っていうのもなんか、もちろんポストモダンってことと一直線でつながる話ですけども、だから要はそのコンテキストっていうものと切り離せないというか、そのコンテキストと作品とかの、はい、なんていうのバランスがものすごくそのなんていうのそのつながり深すぎて、はい、でそのコンテキストを自分から作るものもあるし、うん、でそのコンテキストっていうのがその時代の何かっていうことだったり、そのフィクションの何かだったりとか、うん、そのフィクションが生まれたその時代だったりとかっていうことをやってる、うん、まあそれは端的に言ってそのポストモダンってことだと思いますけども、そこをだから尋常じゃないその深みでやるというか濃度でやるから、うんうん、はい、調べまくってね、調べまくってね、だからそのコンテキストを理解把握しないと、うん、あのとっつきにくいみたいな印象が生まれるってことなんですね。実際にはそんなに、うん、あの全てが読めますけどね、うん、そうそう、読んじゃえば読めるんでね、うん、でこれもまあ一応そういうことなのかっていうのは分かるんで、でもそういうことだと思うんですよ、うん、あのなんだろう、だからその最近だからその なんか何でも映画でもとかでも論評でもなんかこの元ネタがなんとかなんとかでこれなんかってなんとかって言ってる、そうじゃなくても分かるように作ってるのが作品ってものだから普通は、うん、まあまあそうです、うん、だから、まあ、分かったら分かったら、ね、分かったら分かったら面白いっていうことで、そうじゃないところにちゃんと物語はあるわけだから、それはまあだからコンテクストとそのナラティブの関係っていうのを自分の中でどういうふうに咀嚼するかってだけのことですよね。でちなみにこの、はい、リーグオブエクストラオーディナリージェントルメンシリーズは、まあ、その、このあ青赤青をね、はい、まあ、この人プロスペローさんなんですけど、あのテンペストに出てくるプロスペローさん、はいはいはい、どう見てもこれアラムーアなんだけど、あ本当だどう見てもムーア、まあ、お前だろう、でもプロスペローか、だから本人もモノマネやりますけどラスプーチンなわけでしょ、そうですよね、でだから、これはその全てのそういうキャラクターが、あー想像力、想像によって生まれたキャラクターが行く世界というブレイジングワールドっていうのがあって、はい、そこのまあ王様がプロスペローなんです。なるほど。でそこに行くにはこの青赤眼鏡をかけて立体視しなきゃいけないという、はい、ことなんで、だからついてるんですよ。なるほど。で、うん、そうで実はその、
日本で翻訳出てない 2.5 巻になるんですけど、はい、ブラックロシアっていう巻があるんですね。であれが あそこで初めてそのブレイジングワールドが出てきて、うん、これはあれはの青赤眼鏡がついてる、うん、まあ、それだけじゃなくて、まあ、いろんなあの、印刷があまりにも難しすぎるんで多分これコスト的に出ないだろうっていう本で、まあ、出てないんですけど残念ながら、うん、でこれもちょっとメガネ代もあるからね、なかなか日本で出るかどうかはちょっと難しい、ね、これもしあのご覧のですね、はい、出版関係の方いらっしゃいましたら、はい、でも赤帯はめがねそんな高くない、ね、まあ、赤帯がいいだけなんですね、そうそうで、2色印刷でしょ、うん、大丈夫ですよ、はい、大丈夫大丈夫ということで、ぜひこちらまでご連絡をお待ちしております、こちらまでお待ちします、はい、そして作品がもう少しありますね、はい、はい、振り返り系です、はい、これは何でしょう、ファッションビースト、これはですね、はい、まあ、2012年って書いてますけど、はい、元はね、80何年かな、はい、に、書いた映画脚本が原作、でしかもなんとマルコン・マクラーレン共作、そうしか、そんな名前が、本当、はい、マルコン・マクラーレンと一緒に、なんでそういうことになったか知らないんですけど、はい、まあ、当時は、まあ、まあ、ムガ先生もいろいろ VV 言わせてた時代ですから、ははは、まあ、あのそれで、まあ、マクラーレンから声がかかって、で、まあ、あのそれでファッションビーストってちょっと面白いですね、パンクロック大好きだからなんか、ね、まあ、マクラーレンっていうので、まあ、面白がって、はい、一緒に脚本を書いて、まあ、一緒に書いてっていうか、まあ、要はマクラーレンが適当なことを言って、それをムーアがバーッと話にしてただと思うんですけど、はい、別にビビアン・ウェストウッドの影響とかそういうことじゃないですね、違いますファッションの一応ね、そう、あのね、なんだっけ、セクスピストルズっぽい、そう、あ、確かにね、ファッションの字は、ね、確かにそれっぽい、なんだっけ、なんかね、これ閉ざされたね、館の中で、あのピシャットラッシュ、そうか、まあ、その、まあ、ファッション界のあの、まあ、偶話みたいな話ですかね、はい、で、それもこれも例によって、あの税金です、あ、税金を払うために、はい、よっぽど税金困ってる払うために、まあ、その昔書いて脚本が出てきたんで、はい、それを、まあ、漫画に本案した、でそれムーアはやってないですね、原作だけで、原作ってストーリーと多分セリフとかはムーアのものでしょうけど、コミックの脚本自体は他のっていうか、その、さっきのコートヤードとかをやった人とやってるはずですね、なるほどなるほど、うん、まあね、時々その税金対策、税金対策、はい、分かる、税金対策っていうか税金を払うために、うん、あの税金来た時ってどうすればいいのって思うもんね、うん、本当に、そう、まあ、もうね、これが使えるからいいですよね、うん、そうね、いざとなったら、いざとなったら、はい、将来に仕事するかっていう、うん、はい、そして、ようやくここまで来ましたよ、はい、ようやく戻ってきた、はい、はい、ザ・コートヤードと、これが、ネオノミコン翻訳版に、収められている、はいはいはい、ネオノミコンのパイロット版といいますか、そうす、前日短ということなんでしょうかね、はいはい、いやはや、いやはや、お疲れ様でした、お疲れ様でした、ここまで参りましたけれども、まあでもこれもまあ氷山の一角といいますか、そうそう、まあ、ここまでね、これ、はい、まさに今ここにぐるっと、ぐるっと一回りして同じところに帰ってきたけれど、実はちょっと分かったところでいるよということですね、はい、というところで今日このね第1部なんですよ、これでもまだね、はい、まだやるの、まだやるの、まだやるよね、まだやりますよ資料がね第2部ございますけど、まだあります、はい、はいはい、これ第1部、まあ、ということで今すぐ、はい、はい、ポチってくださいね、じゃあ一旦休憩とかするの、はい、いやいや、まあ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 、はいはい、しないですね、はい、はいはい、するのかと思っちゃった、はい、してきても大丈夫、いやいや、後でトイレに行きたいから行きますから、はい、いや、いい、まあ、まあ、休憩っていうか休憩 してもね、まあまあまあ、あの、はい、ちょっとあれしましょうか、じゃあ、皆さん、あのね、おまけコーナー出た、おまけコーナー、もう早くもおまけコーナー、はい、ちょっと箸休め、はい、おまけコーナー、急に始まるおまけコーナーでございます、アラン・ムーアのめった切り映画批評わーね、アラン・ムーア本体自ら、おすすめしないぞと、ね、私がおすすめしません、はい、自作の映画化作品について、なんと、ね、おっしゃってきたか振り返ってみたいと思います、はい、さあこれかまたいかまたかわいい写真ね、フロムヘル、はい、フロムヘル見なきゃよかったこれは実際インタビューから、はい、引っ張っております、だから本人が言ってると思うね、そうです、はいはいはい、予告だけで十分だと思ったけどね、10分見て後悔したね
見なきゃよかったよ聞くなよって話ですけどね、うんまあ、聞く方がどうかしてるね、でしかもあのちょっと見たんだって、ね、この時にちょっと見たちょっと見たね、はい、あのね2001年ですから、うん、まだ ね、 まだねそこまで、映画業界に対して、うん、絶望してない絶望そこまではしておりますでもこれちょっと絶望するやつだからやばいね一発目これだったって結構、ね、はなるほどね、はい、で意外なことにリーグオブレジェンド、はいね、リーグオブエストラオーディナリージェントルのね、はい、堂々の実写が2003年です、はい、ショーン・コネリーが主人公のキャラクターを台無しにしたねちゃんと批評して見てんじゃんって普通に見てるこの時見たのか脚本を読んだのか、はい、まあでも見てるんだと思うんですよ、まあ、つまりそのまあだからあの映画化に際してそのキャラクターがねもうなんていうの、その脱臭されてしまうというか、はい、そのまあだから原作まあアラン・ムーア自身が書いた原作だともう非常に癖のすごい人物がショーン・コネリーがアラン・クォーターメンクォーターメン博士で、まあ、全然見えないですよね冗談じゃないの台無しにしたね台無しにしましたね何やろうがさ、ね、みたいなブローンズの男が、はいうん、というところで僕らが言ってないですよこれはもう本人が言ったことです本人が言って、はい、でここまでは見てましたでもね、うんはい俺の名前を出すな。もう激怒です。もう激怒です。コンスタンティン、ね。これは割と映画としては面白かったんですけど、もう関係ねえから、ね。だからこの前の2つが悪かったから。コンスタンティンとか割と見たらさ、そうなんあのまあ割といいんじゃないのぐらい。結構可愛いじゃん。結構言うかもしれないよ。いいとこあんじゃんと言ったかもしれないけど、ね。と思いますけどね。だけどもうそろそろもう態度が変わってきます。うん、そして。V4 ベンタ見ない見るわけねえだろっていうかもうお前らもお約束で俺に話聞きに来んのやめろみたいな見ないって俺原作とかもクレジットも出てねえだろっつってね、はい、でももうお金もらわないし見ない見ないもう知らないと、うん、ないよもうすっかりへそ曲げてね、はい、そしてウォッチメンでございます、うん、ウォッチメン当然見ておりませんね、はい、これはねそうだね、はい、でもうできるわけねえんだからっつってなんでやんのみたいな、はい、でまあ、あのいろいろね公開ギリギリまでその権利関係で訴訟が起こったりしてましてそれを聞いた、アダムは本体ですね当然で、ね遠くイングランドから呪いをかけておるからなわかりみイングランドから呪いをかけておりますそうだよねノースサンプトンから、うん、というところでまあまあまあそのだってさ、はい、そのねあの俺の名前をね出すことはまかりならんっていうこと自体がすでに呪いなんですよ呪いですだからねもう逃れられないから逃れられない、うん、でなんかやるためにビクビクする呪いがついてもあるのそうですそうですというところでございまして、ねうんまあ、切って捨ててまいりましたけれどもですね、うん、こんな作品にも、ドバットマンキリングジョークとこれアニメになってるんですねアニメ版ねでまあ、あの映画作品に比べればまだ忠実ではあるんですけど、はいはい、ただどうですか先生あれはみたいな、うん、そもそもね俺はねあれを書いたことを後悔してるからひっくり返したな作画はとっても良かったよあ見てんだこれでも名前だって出してるんですよね確か、はいはいはい、キリングジョークだけは名前を出してる、はいでまあ、その原作コミックというかグラフィックノベルの時点で、まあ、そのブライアン・ボランドという方が描いた絵はとっても良かったんだけど、うんうんうん、あの物語自体俺はあれ描いたけどどうかと思うよって言ってちょっとさ暴力的すぎるんじゃないなあれはみたいなお前が、うん俺が書いたんだけどねみたいなっていうところでございます。そういうことだってあるよねきっと。まあちょっとその、うん、要は、そのグリマグリッティって言われるんですけど、うん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 、その暴力の80年代みたいになっちゃったことに関して、うん、なんか間違ったかな俺みたいなことはちょっと思ってはいるみたいな、はい、みたいな、うん、というちょっと番外編で最後このコメントいただきましたけれども基本的には、見ない見ない意外と見てるってことで見ると意外と見てるよね実はねじゃあ特に良くないのを見てるっていう特に良くないそういうところで、まあ今週のおまけコーナーでした、なるほどね、はい、さあ意外と、はい、それはねあのこれ見てもしょうがないんですけど、はい、あのシンプソンズに出た時の絵ですねそれはね、はい本当はねアニメでお見せしたいんですけどあこのアニメねいいですよ ね、 こ れ、 ねこれすごい、うん、あのシンプソンズに、アラン・ムーアとアート・スピーゲルマンとダニエル・コールマウスのダニエル・コールマウスの3人があの、コンビ並んでサイン会で全員自分で声を当ててるってう、ね、あそう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 で、あのいうので意外と面白い意外とっていうか本当に自分のセルフパロディを演じてて、うん、だからそのムーアがなんかあの なんだっけあれはホーマーじゃないや、ホーマーでいいんだよ。ホーマーでしょ。ホーマーのホーマーじゃない、バート。バートが、あの、なんか、ウォッチメン、ウォッチメンベイビーズ
V4 ベイケーションとかなんかそういう、そういうあのやつの漫画の最近うるさいとか持ってきて、ふざけんなバカ野郎、こんなコーポレートは俺の先に台無しにしろってとか怒り狂ってそうそう、なんか追っかけましたね。でアドスピールマンにちょっと落ち着けよって言われて、あのリトルルルかなんかを見てやってるっていう完璧なセルフパロディーなんですけど、非常に面白い、話せばわかるっていう、いい人なんですよね。まだ普通に人だと思いますけどね。はい、はい、さあそして第2部でございます。本日、はい、ネオノミコンにね、あのちなみまして、はい、アラン・ムーアの作品でありつつも今回非常に重要なテーマとなっているというか、それそのものの話ですから、クトゥルフ、クトゥル神話。ちょっと大事な話が前、トイレ行ってきてますか。どうぞ、はい、ちょっと、クトゥル神話です。まあ、一応そのクトゥル神話まあ何かっていう話もしとかないとまずいのかなとちょっと、まあそうですね、はい、思って、まあ、はいはい、もう知ってると思いますが、皆さんすでにご存知かと思いますが、はい、まあ、一応、おさらい、おさらい、はい、まあそうですね、分かっているようで分かっていないところが私も多々ありますしね。で、これはですね、はい、基本はですよ、うん、まあ、この後に、この次かな、はい、はい、次、あ、またか、はい、はい、まあ、それは、はい、発売中、発売中、はい、H.P. ラブクラフトさん、はい、はい、というですね、作家が1890年生まれで、はい、1930何年かに亡くなったんだと、何年だったかな、うん、にお亡くなりになった作家ですけど、まあ、彼が書いた、はい、一連のホラー小説がありまして、恐怖小説がありまして、まあ、そこを中心 に、そこに、その中に出てくる、まあ、あの恐ろしい神のような、神のような何か、何かっていうのが、まあ、ありまして、はい、で、それをそれが、まあ、クトゥルーっていうのは、まあ、その一つ、クトゥルーの呼び声というね、コール・フォー・クトゥルーという小説がありますけど、はい、クサルーっていうんですよ、クサルー、英語だとね、みんな TH はクサルー、クサルーだから、はいはい、ちょっと発音は多分ね、はい、しないですね、はあはあはあ、クサルなんですけど、はい、まあ、そのクトゥルルさんが海が、はい、あの、海の底から海の底で眠ってるんですけど、はい、上がってくると、はい、あのみんな恐怖のあまり気が狂ってしまう、はい、ましたっていうような話がありまして、はい、まあ、それを中心にした、はい、神話、神話、神話体系ということで言われるんですけど、はい、まあ、それが、クトゥルル神話と言われるものですね、はい、で、ラブクラフトは実はあの、まあ、クトゥル神話、ラブクラフト本人はですね、はい、割とこの人は自由な考え方の持ち主で、他の彼の先行する作家の小説とかを自分にヒントにして取り入れて、はい、それでそれをその自分 の、その神話の一つにするっていうことをやってる、うん、はいはい、例えばその、ロバート・チェンバーズっていう作家がいますけど、はい、彼の行為の王、王位の王、黄色い衣類の王って言うんですけど、はいはい、まあ、草原推理文庫から出てますけど、多いの、もうよくわかんない、読み方がわからない難しいんですけど、それに実はそこに出てくるのがその、いわゆるみんな大好きネクロノミコンの原型っていうのはその、ロバート・チェンバースが書いてるんですよね。でロバート・チェンバースがその読むと気が狂う本っていうのことを書いてて、まあそれを元にして、まあ、あのネクロノミコンっていうのを作った、うん、であるいは、アサー・マッケンとかですね、はい、でそういう作家の書いたパンの耐震とかですかね、うん、小説を、まあ、一種あの同じような感じでそのホラー小説としてあって、うん、つまりそれは、チェンバースが書いた行為、の王に出てくる気が狂う小説と、うん、自分が書いてるネオノミコンっていうのは実は同じものなんだけど、それを違う形で書いてるだけだと、うんうん、原型として何かその神話的なものがあるんだというポーズを、まあ、作ったわけですよ、言ってみればね、うん、でそれを、はい、あのさらに、仲間の作家とか後輩とか、うん、あと、まあ、彼はその小説作教室みたいなことやってたんで、うん、添削で、まあ、その弟子みたいな作家たちとかにも書かせて、例えばそのクラーク・アシュトン・スミスとか、はい、ロバート・ブロックとか、そういうその友達も、みんなその、
ラブクラフトの小説に出てくる、ホラー、そのいろんな要素を使った、うん、恐怖小説、ホラー小説というのをまあ書いて、まあ、それがみんなそのウェあのいわゆるウィアードテイルズという有名なホラー雑誌がありますけど、その黄金時代にまさにその ラブクラフトとそのまあ仲間たちが書いた小説がまあまあ出ていったんですよね。だからそういうなんか一種のなんかあのプレイグラウンドというか、そうですね、まあ、今で言うとそのシェアードワールドという、そういうことですね、はいはい、いうのをまあ積極的に作っていたっていう、まあ、当時としては多分珍しいと思うんですけど、まあそれがあるんですけど、で実はその、まあ、ラブクラフトがどこまでやりたかったのかよくわからないんですけど、ラブクラフトとしてはまああの、ざっくり多分ざっくりそういう神話的なものがあるといいなっていうぐらいだと思う、うん、だったんですよね。だからで別に小説ごとで別に設定を決めて書いてるわけじゃないんで、そうだから神話体系ってさっきおっしゃいましたけど、うん、体系になんか全然なってないですよね。だから体系なのは実はそのラブクラフトが死んだ後に、うん、オーガスト・ダーレスっていうオタクがいまして、うんうん、でダーレス君がすごいこういろいろオタクってさ、うん、そういうの好きじゃん、はいはい、その図に従う図に従うエクセルとか作りながらじゃん、はいはいはい、表に従う表に従うんですよ、分かるわ、そうすごい分かるわって感じですけど、それであのダーレスが、まあ、ダーレス一人で作ったわけじゃないんですけど、はい、ダーレスが基本的にそのこの神がいてこういう歴史があってこの神とこの神が対立していてみたいなそういう構造図を作っていったんですよ。あ、それはね、うん、そういうのがいるとね宗教は盛り上がるんですよ。そうでしょ、うん、でそれで、いわゆる 今に至る、うん、まあ、あのそのクトゥルのいろんな神様が出てくるって、うん、ね、なるほどね、あそこでそういう、あ、そういうね、うん、デモノロジー的な体系を作ってしまったけどね、なるほどなるほど、だからまあどっちかっていうとその、まあ、ダーレスとアカムハウスの、うん、が、その神話クトゥル神話ってものを 今に至るクトゥル神話体系っていうのを作ったという感じですかね。なるほど。ただ、うん、でもそのだからよくわかんないんですけど、そのあのそのなんだ体系っていうのも、でもその必ずしもみんなが参照してるわけじゃなくて、なんか例えば映画とかからなんかたまによくもそういうなんかクトゥルの新しいのみたいな読んだりする時もあるんですけども、あの割とそこのところはなんかこう自由にやっていいっていうか、まあそうです、大体の感じっていうのがあれば、あのまあそんな感じでやってるのかなっていうのはなんとなく分かりますけど、まあ、みんなね多分ね、そのいろいろそういう神話体系とかに名前もあって、でそのクトゥルとハスターとなんとかととかってアザトースとか、うんうん、そういうのですね。聞いたことある。でしょ。うん、であのニャルコさんとかいるんでしょ。知らんけど。そういうのが、うん、まあ要はその一連の神の話としてあると思ってるから、いざラブクラフト読んでみると、うん、なんかよくわかんないなっていう感じになるんですよ。実は、ね、多分みんなそっちのクトゥルー神話っていうのがあって。そのいろんな神々の戦いとかそういうことがあるんだと、うん、いろんな変な恐ろしい神々もいて彼出てきたら気が狂うという、うん、そういう知識だけが多分これはね日本だけじゃなくて多分アメリカでもそうで、あ、だから そこがね金銭に触れるから、うん、まあ、これだけ人気があるんだと思うし、そうそうそう、あとやっぱあのネーミングとか物言いがもったいぶっててかっこいいから、うん、あれもちょっとあのオタク的に燃えるっていうのが分かるんですよ、うん、なんか恐怖の深淵がとかね、名城仕事名城、ね、あの口にしてはならないとかね、うん、あの そういうなんかかましかと思いし、あと名前とかもかっこいいじゃないですか、うん、いちいち、だからそれは、ね、名前かっこいいんでね、すごくだからそのなんかねそのいろんななんかあのいろんなレベル の、はい、あのオタクマニア的に盛り上がる要素が割とあるなと思ったんですね、うんうん、ただねそこで、じゃあそのラブクラフトはどうなんだっていうこと で、うん、でまあ、あのもっぱらそのラブクラフト本人っていうのは割とその三文作家というか、うんうん、あの割と書き飛ばしの人だと、書き飛ばしっていうか、うん、まあ、書き飛ばしじゃないんだけど、うん、そんなその文学とはあんまり評価されていない、うんうん、割とそのね、はい、あのそういうホラー小説のそういうシステムというか変な怪物を作った人と、あとそのやたらと大げさな大げさな言い方をするというね、はい、そので、1920年代の作家で大げさな言い方をして、はい、名称しがたい恐怖かなんとかって、はい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 、延々と書いてるから、うん、なんかそういうその時代がかったものだろうと、うん、まあ、思われがちなんですけど、実はそのムーアは、まあ、そうじゃないんだと、うん、でつまりその名称しがたいってまさに今言ってたのは、はいはいはい、あれは意味があるんだと、うん、つまり本当に名称、彼はあのラブクラフトはその書くっていうことに関して意識的だったから、はいはいはい、その、恐怖をつまり描けないと、うん、描けないものを、うん、名称しがたいものを
あの描写するにはどうするかっていうことに関しては、うん、まあものすごく意識的にやってるんだと。なるほど、うん、いうことを言ってて、だから彼でそれとあとまあその すごく、これは多分オーガスト・ジャーレスのせいなんだけど、うん、あのラブクラフトって言うとそのコズミックホラーって言葉が、はいはい、で宇宙的恐怖、宇宙的恐怖ね、うん、で宇宙的恐怖っていうとまさにあの宇宙の果てからね、はい、触手の怪物がやってくると、はい、だからあのそういうなんだっけ、だからシルバー映画版に出てきたあのギャラクタスみたいなモヤモヤがやってくる。そうだ、あのいやよくその、まあまあ、それこそそれこそあのあれとかでもさ MCU とかでも出てきますけど、あのなんか銀河の手から変な触手がタコっぽいやつが、多分タコっぽいやつ、イカっぽいやつ、はいはい、であのさっきも言ったけどウォッチメンでも、うん、イカがね、銀河の宇宙の果てから銀、うん、イカが飛んでくると、うん、でも カートマンが飼い鳴らして上に乗って飛んでましたよね。そうですね、コズミックホラーっていうとね、うん、それはコズミックホラーって言葉をダーレスはそういうふうに解釈したんだけど、うん、そういうことじゃなくて、うん、つまりラブクラフトがコズミックホラーって言ってたのは、うん、そういうことじゃなくて、宇宙的なっていうのは、うん、その人間いや人間的ではない、ああ人間に理解できないものとしての恐怖なんだと。なるほど、それが宇宙っていうふうに言っただけであって、なるほど、あ、それはラムーアの解釈として、そうそうそう、なるほど、あ、うん、そっかそっか、そのわかります、だからそういう言葉が出てきたりとか、そうそうそう、そのだから形容しがたいっていうのはそういうことなんだと、そういうことね、だから理解すらできない、うん、理解拒絶するとですね、うん、なるほど、その宇宙空間からこう下層待ちみたいな感じで来るってことじゃないんだってことですね。それは逆に言うとそれは理解できる恐怖だ。そう、それでね、それについては僕もちょっと今日言おうと思ってたことがあって、うん、はい、あのラブクラフト系の映画っていろいろあって、うん、それこそまあ、 あのゾーンバイオだから始まりとかね、はあ、城の原田もそうだし、はあ、そこはそうじゃなくて例えばダゴンとかそういうのもあるし、うん、まあいろいろあるんですよ、うんうん、でいっぱいあって、まあまあフロンビヨンドとかもあるとそういうジャンルに入るし、うん、でいろいろあるんだけども、はい、あのとかまあその日本だって真田なんだっけ、あのインスマスをやりましたね、テレビで冬木子さんで、はいはいはい、あ、佐野史郎でやったのがあったりとか、はいろ、はいろ、まあ、あるんですけど、僕がでこの間はだから最近はそのカラーアウトスペースが2個系の、2個系のとかあったりして、でそうとかまあとかなんだっけ、あのなんだっけ、あのやっぱスチュアート・ゴードンのなんかとなんとか定価じゃなくて、なんだっけ、まあいいや、いろいろあるんですね、でいろいろあるんだけども、そのとか、まあ、まさにネクロノミカンっていうのもありましたよね、はいはいはい、あの金子修介さんもやってる、うん、あのオムニバス映画 で、はいはい、でそういうの で見てると、そのいつもなんか残念に思うのは、うん、やっぱりそのね、触手だタコだ怪物だみたいなものが、うん、その大きいものとして出てくるとちょっと無理があって、うんうん、そのちょっとした怪異だから、その例えばなんかその分かんないけど、マウス・オブ・マットレスの前半みたいなぐらいの感じだとすごいなんかその、うん、超分かる、うん、っていう感じなんだけども、そのすごく行く感じ、なんていうの、そのドカンって見せようとした瞬間にあれちょっと違うみたいな感じになっちゃって、うん、でそれは何でかっていうのを前に考えた時は、そのラブクラフト その古き者たちみたいなっていうのは、うん、はい、そのマインドを攻めてくるものだから、その要は物理的な形が怖いとかいうことじゃなくて、うん、マインドが狂ってくところなんですよ、ところなんですよね。やたらとさ、うん、そのラブクラフトのやっぱり一つの特徴で、その角度が変っていう、うん、角度が変っていう描写があるんですよね、その建物とかで角度が変とか、はい、角度ってなそれ何なことなのかわからない、うん、翻訳で読む限りは、うん、で多分それはその視覚が狂っているっていうことだと思うんですけど、だからその精神にダメージを食らってるってことで、そうそう、だからそのね、だからその自分が自分じゃないものになるし、うん、その見えてるものも全部変わっちゃうし、ね、で、はい、何も信用できない、そのなんか混乱のさらに突き落とされる感じっていうのは、実はだから、うん、その今日ちょっと見直してたんですけど、はい、そのロジャコマのロジャー・コーマンのだからダウンウィッチホラーとかは、実はそれをビカビカビカってすごいなんかあのサイケデック映像でやってるんだけど、あっちの方が近いんじゃないのみたいな、ある意味ね、ある意味近いんじゃないのっていうあの気はしてて、だから そこでリアルなクリーチャーを出すと、なんかそのマインドじゃないものになっちゃう、物理的な恐怖になっちゃう、そう、物理的な恐怖になっちゃうんで、だからそこがラブクラフトの実は映画化の結構難しいところだなと思う、映像化とかね、なるほど、思ってます、うん、ラブクラフトがその名称しがたいって言ってるのは、はい、あの別にあの描写何にしたくないから言ってるわけじゃなくてある意味本質なんだっていうことなんですよね、ラブクラフトもね、そうで、だからさ、でそのラブクラフトがまさに、活躍したのが1920年代じゃないですか、はい、
で、だからあのそれこそあれなんですよ、あのジョイスとかと同時代なんですよ、この人。その意味ですごいそのあの近代作家というか、まあまあ、近代作家だな、近代の始まりみたいな人でもあるんだっていうふうに、まあ、ムーアは言ってて、うん、あのまあ、それは一理あるな、まあ、ムーアもムーアで、まあ、ちょっとそのこれまであるあの、ラブクラフト像をね、うん、ひっくり返そうみたいな思いがやっぱあるから、うん、ちょっと言い過ぎなところもあるんですけど、うんうん、でもまあそのラブクラフト小説の評価としては多分それは結構これはいい、正しいというか面白い読み方だし、はい、まあ、そのことによって、そのラブクラフトの小説自体に立ち返れば、うん、だいぶいろいろその変わってくるという話なんで、なるほど、そこら辺がコメント欄です。産地、あの僕も見たこと読んだことあるんですけど、 SAN に値とか言って産地って何なんですか？はいはいはい、これはなんかあの、RPG で、はい、今そのクトゥルってその一つ流行った理由の一つに、RPG ゲームで、ロールプレイングでそのロールプレイングでその自分の体力値とか決めるじゃないですか、はい、体力とか、はい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 、マジックポイントとか、でその一つに産地っていうのがあって、サニティ、そうそうそう、小気道があって、はい、でその小気道がどんどん減っていくんですよ。なるほど、なるほど、サニティから来た、そうそうそう、小気道が減ってって、はい、あの最終的に気が狂ったら負けと。はあ、そうでもな、まあ、全員最終的にクトゥルが権限すると全員気が狂って終わりになっちゃうんですけど、ちょっといいですね。それね、そうだからそのそのね、なんか狂ってる感じみたいのが、うん、だからあのなんかうまいやり方が絶対あるはずなんですよ、まだね、あの気づいてないだけで、うん、でだからその例えばそのあのその魚のような顔をした人っていうのも、うん、クリーチャー的じゃない表現がどっかにあるかもしれないし、だからまだまだそのなんだろう、そのラブクラフトの書いてるその感じっていうのは実はその、うん、クリーチャーホラーにしようと思ったら割とできちゃうんだけども、はい、そうじゃないところに俺は映像化の余地がいっぱいあると思ってて、うん、なんかそういうものが見たいなと思ってますけどね。そもそもね、そのみんなが、うん、みんなが思ってるクトゥルっているじゃないですか、うん、このあのヒゲからこうヒゲみたいな、このまさに今出てますけど、カートマンの得意な、そうそうそう、カートマンと仲いい、うん、これだって別にこんなことこんなもの書いてないですからね。そうなんですよね。そうそうそう、あのこれ定着してますけどね。すっかり定着してますけど、うん、ラブクラフトはこんなものは書いてなくて、うん、単にその食中からできた顔とか、うん、そうそう言ってるだけなんで、うん、でそれはまさにそのロジャコマの映画に一瞬出ますからね、最後。イカダタコだじゃないってことですね。そうそうそう、だからそのみんなタコのイメージに なるのは単にアメリカ人がタコ嫌いなだけだから、はい、であとなんか最近胴体すごいマッチョになってるし、なんかなんかね、だからいや今までだからそのアメリカ人が考えるクトゥルに一番近いのはもしかしたらあれですよ、パイレーツ・オブ・カリビアに出てきてイカ船長でしょ。 あれ一番似てんじゃないのかな、うん、あのねメールをいただいてましてね、はい、デメトクさんからいただきました、うん、ネオノミコン、ニノニの店舗やる人ネオノミコン読みましたと、で本作、黒沢清監督のキュアに似てるなと思いました。あ、なるほどね、同じ手口の連続殺人事件がなぜか伝染するとか、うんうん、主人公が王位を継承するとかっていうこと、うんうん、こういうこれら2点が、うん、キュア以降の黒沢監督作品に共通するテーマだと思ってて、うん、で例えばあとは、つい呪いのスイッチを押してしまってどうしても後戻りできないっていうのが、うん、リングにも似てるなと思ったと、で高橋洋さんの、うんうん、脚本のね、ですのでジャパニーズホラーにはこういう形でもクトゥルー神話が浸透してるんだなと思って、だから、うん、その描き方として、うん、だからやっぱりそれもイカダタコダじゃないっていうことですよね。そうそうそう、それと今だからそのあのメールでいただいたやつっていうのは、はい、多分そのねあの恐怖表現の本質と結びついてるので、はい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 、突き詰めていくと、だからどっちも突き詰めてる人が同じところに行くっていうことだと思う。うん、そうそうそう、トンネルのあっちとこっちの真ん中で会うみたいな。真ん中で会うみたいな、そういうことだ。あらあらみたいな。嫌なトンネルだ。いや、まあ、みんなそのトンネルが好きで毎日入ってるんじゃないですか。はい、ね、そうそう。なるほどね。うん、まあそういう実はあのでも、はい、あ、ごめんなさい。どうぞどうぞ。クトゥルで思い出したんですけど、はい、今日この話しようと思ってたんですけど。うん、僕の好きなあのラブクラフトものの映画、はい、SFX ハードボイルドラブクラフトという名作がありまして、はい、なんだっけ、ロボコップ、ね、デモの人、あ違う、フレッドウォードがやってたんだ、フレッドウォードが主演で、まあ、2作目はデニス・ホッパー、うんうん、あれはね、魔界世紀ハリウッド、魔界世紀ハリウッド、1作目の方はあのフレッドウォードが第二次大戦直後、はあ、フレッド・ウォードが要はまあそのまあ
まあ、ファンファと思うんですよね。だからその、うん、なんだろう、私立探偵で、はい、で、あ、私立探偵じゃない、私立探偵か、うん、いや、警察なのかな。でだけど、その彼はオールドスクールなんで、みんなが魔術を使う中、うん、俺はあんなもんやらない、うん、で、だから警察でもなんか高齢術とかで犯人を召喚したり、うん、そういう時代なん、誰もが魔術を使ってる時代に、うん、俺はそんなことしないぜって言ってる時に、金持ちの親に、なんか娘のなんか面倒見てくるみたいなこと言われて、うん、でその娘はね、家で飼ってるユニコーンに乗れるんですよ、うん、つまり少女なんですね、うん、でそれを実はそのお金持ちが自分の娘の少女マンも取っといて、古きものを召喚するための生贄にしようとしてたっていう話なんですけども、うん、ハリウッドランドっていう、うん、いわゆるハリウッドサインの下の、はい、新興住宅地当時のを全部そのハイチのブードゥーゾンビが建築してたりですね、はい、とにかく面白い描写が目白押しのコメディホラーなんですけど、ビデオで見たな。で主人公の名前がね、ラブクラフトっていう、でだけどその最終的にはその古きものが来ようとして、はい、で、で結局その子が少々じゃなかった、ガーンとか言って終わりっていう、そっちか。でその辺もちょっと実はそうだけど、その少々じゃなかったガーンってギャグのところを飛ばすと、うん、そのアダムウィッチの回の映画化にかなり似てて、うん、だからやっぱりその割と同じことやってんじゃんっていうことでね、うん、あれはすごい面白かったんで、見たことない人におすすめっていう、それはちょっと今日言おうと思ってました。なるほど、うん、はい、オチはね、なんか悪魔の腹渡みたいな話ですけどね、今聞いてるなんかね、まあそのね、症状じゃなかったオチという、症状じゃなかったオチっていうのは、だってあれでもあったじゃん、シュワルツェネッガーの、ああ悪魔エンドオブデイズ、ね、エンドオブデイズ、そうそう、症状じゃなかったオチはみんな好きだよね、うん、くだらないっていうのは、どうでもいいじゃないか、そんな、はいはい、というところで、はい、まあだからクトゥル神話もの、うん、まあでも作品がいろいろあるじゃないですかと、うん、何から読んだらいいのか分かんないなんて僕みたいな、タイプに向けてですね、今日ちょっともう少しまとめがございますので、うん、と作品をですね、クトゥル神話といえば、はい、これみたいな、はい、代表的な作品ね、ラブクラフトの作品中心にというか、はい、ラブクラフトの作品なのかな、振り返ってまいりたい、はい、まずクトゥルフの呼び声、はい、出ました、はい、といえば、まあこれは、まあ、これクトゥル出てくるね、はい、はい、まさにだからこの右側に書かれているような、うん、これがまあ昨今の、はい、はい、みんなご存知の、みんなご存知、これが海の底からザバーとやってくる、はい、はい、ね、そしてたびたび今日話にも出てきましたがダンウィッチの会、はい、これですね、割とずっと寝がちな人ですよね、はい、うん、はいはい、はい、そして、はい、インスマスの影、はい、出ました、はい、これはあの魚人間、魚人間、はい、魚の顔をした人が、佐野城が、はい、はい、などなど、なるほど、この辺もねございますよと。さあその他代表的なものということで、まあいろいろあります。狂気の山脈にてっていうのは、これはだからデルトロがやるんでしょ、デルトロがやろうと思って、でもずっと言ってんだよね、言ってるやつ、やるやるって全然やらないんだけど、ね、やらないですよね、うん、はい、デルトロはだけどほら半魚人映画があったじゃないですか、はいはい、あ、はいはい、あれはどうなんですか、半魚人と、その、いや半魚人とあれじゃ別でしょ、別ですね、半魚人はもう全然そんな、それは薄気味悪い、むしろ血筋じゃないんで、いわゆる半魚人の方だと、半魚人は元からいる、はいはい、高貴な生き物なので、なるほどなるほど、その忌まわしい何かで生まれた何かじゃないし、なるほどなるほど、あとその変な闇の世界と繋がってないですから、ね、あ、そうなんですね、うん、はい、自然のノーブルな生き物、うん、それが半魚人、デルトロはじゃあそっちを取ったっていうことなんですかね、うん、やっぱりね、はい、まあその死体蘇生者ハーバート・ウエスト出ました、これゾンバイを使用したたりございますね、待ってました、はい、はい、まあ、だからそう、あとフロム・ビヨンドもね、はい、そうだし、まあいろいろ映画のネタにはなってますね、そうですね、うん、というところでございまして、いっぱいございますか、うん、でさらにそのラブクラフトその人以外にもそのさまざまな作家がやっていると、クトゥルフ神話体系をみんなで頑張って作っているということですね、うん、はい、そうだからちょっと今日昨日かなインスタに載っけたんですけど、はい、うんうん、映像化されなかったラブクラフトの映画というのがあって、これちょっと映してもらえます、映るかな、一番左のカメラこう、これこれクライオブクトゥルっていう、見える、何カメ、なんか大丈夫、見えます、なんか繋いだら見えんじゃないの、そうだ、そういうのはない、大丈夫か、これクライオブクトゥルっていうね、これ70年代の終わりに映像化されそうになったクトゥルもので、はい、でこれストップモーションアニメーションで特撮やるとしてて、テストフッテージが
あるらしくて、これがその1個は今通ってるんです。からまたこういう化け物とかが出てくる予定で、うん、でこれはテストで撮った映像ですけど のコマらしいん でこれはこういう、まあ、なんていうのこうビジュアルも絵が描かれてて、これ描いたのはその資料の腹歌で、はいはい、徳島県のトム・サリバンだったんですけど、でこれがあのなんか雑誌にね、この絵この最初のこの最初の絵とあとその最初の2枚のこれと、はい、これは載ってたのを日本の雑誌もアメリカの雑誌も載ってたと思うんですけど、ありがとうございます。あのそれで僕がすごいこれ超見たいってその当時から思ってずーっと追っかけて、で結局まあ予算が集まらなくて作られずじまいというなんかね、うん、ことらしいんですけど残念ですね本当にね。っていうことらしい。なるほど、はいはい、すいません、あんま関係ない話。まあまあそうですね、こ、ね、ういう、まあ薬神話についてもですね、はい、割と掘ってまいりましたけど、はい、というところでというところでございまして、一回りして、うん、まあ、やっぱりネオノミコン、ネオノミコンに本日帰ってまいりましたが、はい、と、はい、いうことなんですけど、うん、まあ、これはまさにさっき今言ったような意味で、はい、そのクトゥルー神話の、まあ、解体と、うん、再構築ということですね。で、まあ、これはネオノミコンは実はまだ始まりで、まあ、プロビデンスで それをまあ本番をやる、うん、ことになるんです。で、その今言ったように、まあ、要するにラブクラフトは実はそのモダン、現代作家やはりモダニストなんだっていう、まあ、うん、意思の下で書かれているんですね、はい、で話としては、まあ、このプロビデンスこれからどうなるっていう話なんですけど、ロバート・ブレイクというですねこの主人公が、はい、この手前にいる人ですね、はいはい、ここにいる人、はいはい、これ主人公がおりまして、彼がニューヨークの新聞社に勤めてるんですけど恋人と別れて、うん、で昇進でそのあまりニューイングランドのにあるいろいろ噂にあるという怪異を奇妙な出来事を、はい、取材に出かける、うん、で、あちこち回っていく行くと行った先々で、まあ、その非常にラブクラフト的な、うん、恐怖現象とに遭遇するしていくという話なんですね。で一応どれもその全部物語は1話ごとに、はいはい、ラブクラフトの小説に基づいた事件が起こることになっていて、うんうん、でまあ、いろんな事件が起きて、まあ、どんどん彼どんどんですね彼の産地がまさに削られていくわけですよ。どんどん産地が産地がね削られていって、で、まあ、その、まあ、これずっとこうやって日記みたいな、ね、日記があるんです。でそのそこに日記をいろいろ書いてあるんですけど、うん、これどうするんだっていう話なんです。あ、訳を、いや、それちゃんと訳していただかないと。いや、訳しますよ、それはね。でもね、いや、でもこれね、確かにやっていくうちにね、これ最初でもね、一応ちゃんとこう細かい字でこう書かれてるわけですよ。はいはい、これが、ね、だんだんおかしくなってくるわけでしょ。そうそう。でも産地が。産地が。それはですね、それはだからもう、ちょっと、あれですね、ちょっとそこはもう、なんていうんですか、なんだっけ、あれやったでしょ、ほら絶対訳せないって言われてる本が日本で訳では出た、あれ方式でやるじゃないですか、うん、これはね手書きでやるのがいいんじゃないかって実はあるんですよ。手書きは必要ですよこれは、うん、でもそれ手書きがこれはねこれは本当にレタラに頼んで翻訳上の問題なんですけど、ね、手書きにするためには訳を完璧にしとかなきゃいけない、直せない直せないからね、うん、ここだけ直せないってできない、フォトショップとかあるから大丈夫ですよそんなのは赤入れられないんですよ、で、まあ、だからこれだって絶対フォトショップで直してますよ、もともとしてるかな、直してると思いますよそんな、そんな先生結構一発 OK じゃないですか。いやそんなことないですよ絶対人間ね構成したら間違いは出るんです、はい、そうね、それは間違いはもう誰だってそうなんだ。でそれで最終的にはこの人が、はい、実はまあ、いろいろあった末に、はい、ラブクラフトに会いに行く。なるほど。本人登場。本人登場で、で、その彼が持っていたこの
この気が狂った日誌が、うん、ダブルクラフトの手に渡るという、ね、あそれでぐるっと回るというね。なるほどなるほど、なるほど。そのそれでそこの現在過去未来がそのそう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 円滑になって、あの円滑というか同時に発生するよね。なるほどなるほど。読んでる我々もガーンってガーンガーンですね。いいですね。でもその現在過去未来がね、あの、うん、のその関係とかそのっていうのはだからそのドクターマンハッタンがまさにそうだし、まあはいはい、だそういうその軸同時に存在して軸がどういうふうに存在しているのかっていうことが結構そのあのアラン・ムーアは好きなテーマですよね。それはなんか一つのこだわりとしてあって、うん、まあ、一種のそのまあそれが彼のまあ思想というか時間感覚としてずっと語られている、うんうん、そのまあドクターマンハッタンが一番わかりやすい、うん、なるほど、ですけど、そのある種そのフロムヘルのガルもそうだし、あれもあの瞬間に未来を見てしまうということですしね。あのプロメテアもの最後のアポカリプスもあれも世界が同時に起こってしまう、うん、でもそれって結構僕も大事なところだと思って、うん、そのなんかその分かんないですけどその時計時間みたいなものっていうのはあんま信用してないところもあって、はい、まあ、そのせいで仕事が失敗するんですけど、あのだけどそういうものでもないかもしれないっていうか、その体感と時計時間ことって全然別のものだから、うん、だからそのなんだろう自分の中にある時間と、うん、そのなんだろういわゆるそのリニアに流れてる時間って全然違うもんですよねっていうぐらいの分け方しとかないと気が狂うと思ってますけどね、うん、1時間ぐらい寝ようと思ったらなんか8時間ぐらい寝ちゃったみたいな、それよく寝ちゃったって話じゃないですか。いやでもね、あのそのムーアが、うん、あのもうまとめに入ってますけど、はい、あのムーアが、まあ、コミック引退したやめましたって言った後に書いた、うん、イエルサレムっていう、はい、まあ、超こんな分厚い小説があるんですよ、うん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 、で、まあ、あまり分厚くって、まあ、読めてないんですけど、はい、あのそれの中でそれがまさに、うん、そのあれはそのノーサンプトン、そのムーアがね大好きな、うん、はい、ムーアのゆりかごですよ、うん、ノーサンプトンを舞台にした小説なんですけど、うん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 、その中でそこで、そこの過去と未来と過去と現在と、まあ、未来かな、未来とか、まあ、全部あって、で、まあ、あのその中の、まあ、天使とか悪魔とか妖精とかそういうものも全部出てくる、うんうん、そういうのが全てそのノーサンプトンにはいる、なるほど、今いる、あ、なるほど、今いる、ね、今いる、全ている、過去もあるし未来もある、うんうん、でその、過去のいろんなことを、これはずっとそのまさにフロムヘルでやってるように、うん、はい、そのノーサンプトンのいろんな歴史的な事実を全部調べ上げてて、ムーアは延々と、うんうん、まあ、でそれを全部その場所で同時に起こるものとして記述するっていう、まあ、いやなるほど、すごい面倒くさい小説なんですけど、はい、面白いですよ、面白いんだけど、うん、あまりにも面倒、くさくて、でそういうことをやってるわけですよ、うんうん、で、あの、はい、実はネオノミコンの中でも、はい、過去でもなく未来でもないという話、うんうん、全ては同時に起こっている、はいはいはい、そうですね、うん、でもだから、まあ、ちょっと不思議っていうか、まあ、面白いなと思うのはだからその、まあ、ラブクラフトはだからそのだから東海岸の話で、うん、で、まあ、そのだからアメリカ人って自分たちの神話になんか敏感というか神話がないところでできてるから、でイギリスはいっぱいそういう話がもちろんあるわけで、だからそのイギリス人の人がそのアメリカのまあ暗黒神話ですけどとの中でそのどういうふうに深みを持たせたりってことに関してはすごくいろいろよく分かってる部分もあるしっていうところもあって、そこはちょっと面白いところだなと思うんですね。トゥルーディテクティブっていうね、あったね、あのドラマを見てたんですよ、うん、マシューマコの日、よくわかんないこと言う、うん、よくわかんないけど面白いドラマだったんですけど、まあ、ウォールストリートか、あの南部の田舎で刑事が殺人事件を捜査してたら途中でなんか犯人みたいなのが出てきて、うん、あのイエローキングがどうしたとか、はい、あ俺は今カルコさんにいるんだとか、うん、急にわかんないこと言い出したとか思ってですね、割となんかで調べてみたら、これはクトゥルー神話のあれなんだなみたいな、意外となんかそういうところでいきなりポンと出てくるぐらい、なんつうのかな、アメリカ人にとっては、一部アメリカ人にとっては割とこうなんつうんですかね、ファミリアなね、ファミリアなものなんだなっていう、でもさ、本当に普通に考えて、だけどすごく強人がね言ってるたわごとの方がもし本当だったらっていうのはすごく魅力ある、いい面白い考え方だと思うし、そうね、で俺は
多少なりともそれはあると思ってるから、そこはすごく一番面白いところの一つだと思う、うん、もしかしたらなんかあの人見えちゃってるのかしらみたいな、あの見えちゃってるっていうかね、分かってしまってる、あ分かってしまった、うん、見えてるじゃない、分かってるのかもしれない、うん、っていうことを思う、ね、言ってることがさ意味は通ってないように思うんだけど、うん、何年かしてからハッあなるほどそうそうみたいなことがあるわけですよ、ね、あとその意味が通ってるような理解の仕方がそもそも間違ってるのかもしれないっていうね、うんうん、そういうのはそのネオノミコンとかでもすごく味わえるし、なるほどなるほど、でもあのそのねなんかあの舌足らずな人が喋ってるところの、はいはいまあね、全部しゃ口で言わないと意味が分かんないで読むのに苦労しました一回朗読しないと、ね、これこれはひょしねとかって音読するとやっと分かるしないと難しい、はい、そうそうそうなんです、うん、面白いとこですね、はいあとは、ちょっとこの、はい、今日の背景とかもそうお便り、はい、お便りいただきました、はい質問をいただいて少々お待ちください、はい、ちょっとおしっこしてきたから行ってください、はいはいスコット・ピルグリム東京ドリフトさんからここからもいただいておりますが、はい自分自身の自作の映像化について首を斜めに振るような一筋縄ではいかないアラームーア大先生ですが、ごく最近自ら脚本を書いたザ・ショーなる映像作品がありました、はいはい、この作品ザ・ショーについて、柳下さんから解説お考えなど伺いたいと思います、はいはい、これはあの今まさに、はい、背中に背景出てる、ね、背景出てるですね、はい、背景出てる、はい、これあのザ・ショーっていう、これミッチ・ジェンキンズっていう、はい映画作家と、まあはい、最近ずっと組んでやってるんですけどね、あの短編、これは短編で、はい何本か短編を作ってるんですけど、まあ、これが初の長編映画、はい、で、そのある日、ノーサンプトンにまたねノーサンプトン地元、はい、地元ノーサンプトンに、うんまあ、あのあるやってきたある男が、そのまあ、なんかそこで行方不明になった男が、はい、あのなんか大事な、宝石かなんかを持って逃げたというのを、うん、それと探しに来た殺し屋が主人公なんですよ、うんはい、でなんですけど、まあ、それがその人がそのノーサンプトンに行っていろん、まあ、そういう探してるうちにいろんな変な人が出てきて、うん、ノーサンプトンは変人しかいない街なんで変なところに来て最終いろんなもので会っていくっていう話なんですけど、うんまあ、あの話自体はですねそんなにその巨大な謎があるわけではないのであの割と軽く見れる、むしろノーサンプトン、ノーサンプトン、ノーサンプトンこれかっていう、あいやノーサンプトンっていうのは多分っていうかね、僕もよくは知らないです、分かってないですけど、はいはい、あの多分なんだろうな、ノーサンプトンってどの辺ですか、ロンドンの北ですか、北です、まあ、イギリス地図が、ねうん、ありますね、うんうん、あのね、ちょっと、ね、一回戻ろうかな、まあ、本当はこの歌を聞かせするのが一番いいんですけど、はいあの60 Miles from Northampton っていう曲がこの実はこのザ・ショーの最後にかかるんですよ、はい、60 Miles from from by train or ride だったかな、はい、なんとかっていう曲があって、はい、それはノーサンプトン参加の歌、ノーサンプで60マイルっていうのは何かっていうとロンドンから来るんですよ、はい、ロンドンから60マイルだから100キロ、はいはい、でそれは当時、ノーサンプトンはなんかそのニュータウンとして開発しようとしてた時期があったらしくて、80年代にその頃にノーサンプトンは素晴らしい UFO もやってくるみたいなそういう能天気な歌があって、はいまあ、多分あのなるほどそっちの方ではかっこ笑いの対象としてもそれなりに有名な、有名でもないのか知らないけど、僕はこの映画で初めて知ったんですけど、靴の街ノーサンプトンってコメントしていただいてて確かに靴で有名ですよね、へえそうなんだ、うん、そうそうあんまり何もないところですよ、だから、はあはあ、だから日本でいうと何だから東京から100キロだから甲府とかさ前橋とかそんな感じのだから前橋が世界の中心日本の中心だって言われてお前何言ってんだっていう正気かっていう話になるんですけど、はいはいまあ、あの、アラムは結構本気で言ってて、はい、で、うん、あのアラムはノーサンプトン愛は本当に深いんですよね実はね、なるほど、ここに持ってきましたけどこれちょっと映るかな、このねどっちもロジックっていう、はい、これ自費であの雑誌を作って、ああミニコミジンみたいなジンを作って、はいはい、ノーサンプトンの地元紙、あだからじゃあタウン紙、タウン紙、タウン紙、ローカルジンですね、ローカルジン、何を書いたの、CD とかついてる、へえ、
ん、しかも超かっこいいじゃん。かっこいい。もうボロボロになっちゃうんですよ。なんか美味しいラーメン屋とかあってんですか。髪好きですね。本当ね。髪好き。髪が好きやな、うん。こういうことしてるからお金なくなるんで。まあそれはまあ。でもまあね。まあ、まあ、そのぐらい本当全然これ儲けじゃなくて、はい、自分で趣味で作ってるんですよ。なるほど。超好きですね、地元が。超地元、いいね、地元最高です。なんかそういうラッパーとかいるよね、地元最高っすよみたいな。みんなホーミーですからね、それは。レペゼン、ノーザンプトン。そうですね、レペゼンの、いや、まさにそういう感じで。で、そのノーザンプトンの、まあ、変なもの、変な人たちに会って、はい、でどんどんそのノーザンプトンのアンダーグラウンドに彼が引き込まれていくっていう話なんですよね。はい、なるほど。うん、なんとなく行った先はちょっとその、まあ、多分なんかリンチっぽいっていう、リンチっぽいって別にリンチとは違うんですよ。いわゆるリンチっぽいって言われるようなタイプ の、はいはいはい、あの映画で、古き良きアンダーグラウンド映画っていう感じで、うん、まあ、僕は結構好き、うん、嫌いじゃないですけどね。ちょうど柳下さんの後ろに座ってる人は、あ、これがムーア先生、こっちかこのね、この月の顔になってる人がそうです。月に座ってる人が、これアラムーアですね。この格好でちゃんとギター弾いてもらってるでしょ、はい、ギターで歌うんですよ、ちゃんと、うん、あ、これ完成したんですね。そっか、してます。あ、このよく見てだいぶ前ですけど、はい、そろそろブルーレイとか出ます、出てるのかな。そうか、顔、みんなで顔、みんなで買ってください、ぜひ、はい、面白いから、はい、なるほどね。で、このね、ホークのね、はい、後ろになってる、はいはい、人がいて、はい、この女の人ですか。そうそうそう、はいはい、それが奥さん。あ、これは奥さん。あのサングラスしてる人。ああ、いい感じですね。あ、目、あ、これ目が潰れてくるんじゃなくて、サングラスね。あ、びっくりした。いいじゃないですか。まあでもまあ普通にフェリーニ感っていうかね、これは面白い。ああ、なるほどね。そうですね。うん、そうそう、まあ祝祭感はそれは、ね、まあ、もうね、これやたらとね、歌いまくりですごいんですよ。めっちゃ楽しそうですね。でサントラ欲しいね、サントラ。うん、だそう。そう、見たいですね、これは。もういいな。本当にいい、楽しいおじいさんのですね。はい。うん、見てる。で、だからまあ、だからイエルサレムも、まあ、ほぼこんな話っていう感じですよ。これ見てもらうと、はい、だいたいイエルサレム、ムーアが持ってる、うん、その、なんだろう、その天国と地獄みたいなものっていうのが、はいはい、でそのね、ムーアはそのさっき言ったみたいに一種その決定論的な宇宙っていうか、はい、全てが過去も未来も決まっているみたいなことを、はい、まあ、主張してるわけ、はい、で、なるほどね、まあ、だからそうじゃないとそういう円環的な構造にできないですからね。できない、うんうんうん、でそうするとどうなのって聞いたら、いや、そのつまりね、ということは人生はずっと最初から最後まであるから、うん、で幸福な瞬間っていうのが永遠、幸福な瞬間も永遠、うん、不幸な瞬間も永遠だと、うん、まあ、横方向に永遠という考えですね。そうですね、はい、だからならば幸福な瞬間が永遠に続くっていう、それが天国に行くってことじゃないか、うん、すげえ普通のこと言ってますか。いやいや、そうです。でもまあそ、うん、だから それは本当に天国がそこにあるんだって話です。いやいや、まあそうですよね。だから、うん、うん、分かりますよ、はい、だし地獄もそこにあるんだと。あ、そういうことですよね、うんうん、超まともですよ。まともでしょ。まともです。まともなんですよ。まともな人なんですよ、あの人実は、うん、はい。いやいや、でもそれもう言えてみようというか、まさにそういうことだと思うんですけどね、うん、本当にそういう本当のことを忘れて、もしかして雲の上に天国があったりしてとか思ってると、絶対ないからな。死んだら終わりだよ。はい、はい、死んだら驚いたって言ってた人。驚くわけない。周りの人がびっくりするだけだし。周りがちょっとびっくりする。あれ死んだなんですね。周りはびっくりするだけ。確かに。はいはい。ちょっと持ってきて紹介して。ああ、はい。はいはい。そうですね。いくつかっていうか、まあこれが。出た、それがさっき見せていただいたんですけど。すごいですよね。これまさかスターウォーズ。いろいろやってる。コミックをやってる。まさかの、アラムアの書いているスターウォーズまでやっているという。やってる。でなんか読んでたら途中でレイヒムがマインドファックみたいなことになってて、そうそう、やっぱりそういう話なのかって、なんかね、こんなね、コズミックラス、なんか顔がビビビビってレイヒムが来てるとこあって、そうそう、やばかったですね。やっぱりそういう話になるんですね。そういう話になる。そのね、ちょっと前ですよ。何ページか前。そういえば、スターウォーズローグワンにもあのタコみたいな怪物にマインドファックされるやつ出てきましたね。あれね、ちょっとこの前ぐらいです。多分ね、あ、これ普通の神話レイヤ姫がね、なんかマインドファックされて、いいとかっていいって言っていいって、レイヤ姫はね、もうあの帝国の陰でもマインドファックされかかってるから、いろいろかなり割とマインドファックされがち、うん、アーティストアラン・デイビスなんで、まあ、イギリス、はい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 、V かな、V 書いてるんですかな、はい、すごいですね、うん、そうそう、だから、まあ、イギリス時代とかは結構何でもやってたんで、こういう仕事もいろいろあったりするっていう、なるほどなるほど、珍しいやつですね。久米ども突きせぬ、はい、
いやでも本当だからなんかね、本当このまあだからなんだそのラブクラフトもそうだしムーアもそうだし、やっぱそのなんだろうムーアとかもその感覚みたいなの、例えばその、うん、だからその頑張ってるけどそのウォッチメン の、うん、あの読んでるとかの感じっていうのは絶対映像に置き換えられないっていうことが、うん、まあ、あるわけで、その置き換えられないイズムとのせめぎ合いっていうのは映像化では常につきまとうから、うん、まあ、うん、僕はどうしてもその映画の話にしちゃうからあれですけど、うん、だから そこですよね多分ね、うん、だからなんかね、あの本当ラブクラフトとかもなんかもっと狂ったものが見たい、そうなんですよね、うん、映画はね、ちょっと最後に、はい、お便り結構、そう、あのね、ちょっとすごいお便り、あの今日もねたくさんお便りをいただいており、いつもありがとうございます。ですね、すごいやついただいたんですよ。フロムツインピークスさんからです。初投稿です、はい、アランムーア特集をやると聞き、いても立ってもいられずメールしました。ありがとうございます。私はアランムーアの熱心なフォロワーのつもりはありませんでしたが、思い返せば私の大学生活は卒論をロールシャッハの精神分析で書き上げるほどムーア音体に影響を受けた日々でした。って熱心なフォロワーじゃないですか、どう考えて、はい、当時私は主にラカンの精神医学を勉強していました。ラカンは子供と母性について、子供は母性に穴を見つけるとその穴を補完しようとすると提唱しており、ウォッチメンの劇中で母への暴力衝動が可逆性に結びついていると診断されたロールシャッハに強く関連していると思いました。また同じくラカンが提唱した人間は現実を認識するために言葉を使うが、言葉で形容できない現実を直視すると発狂するという考えは、ロールシャッハがコパックスを失ったという語る事件にも、クトゥルフにおけるこの世のものとは思えない冒涜的な存在を直視した後に訪れる発狂にも似ており、当時の私は何とも言い難い感銘のようなものを受けたことを覚えています。いいこと言いますね、はいはい、この方はアラン・ムーアの熱心なフォロワーではないとおっしゃってたんですが、またサークル活動ではフロムヘルとリーグオブエクストラオーディネージェントルメンを片手に舞台の台本を書いたら膨大すぎてボツになりプロメテアの翻訳が刊行されれば肌身離さず持ち歩く友人から変な宗教にはまってないかと心配されたりアラン・ムーアに彩られた学生生活でしたっていうね、なかなか素晴らしいですね。いや今日見ていただいてありがとうございます。でもそのね、言語の問題っていうのは、はい、本当ありますから、うん、だからその感覚的にもしかしたら、うん、分かんない、その言ってることかもしれないけども、うん、その昔からその言葉にまつわる、うん、そのまあ、もちろん意味言葉的なものもあるし、カースワードってもあるし、うん、それからその、あの特定の人しか作っちゃいけない言葉があったりとか、はい、それからその言葉を、まあ、そういうことがいっぱい歴史としてあって、うん、だからそういうところにそのすごくそのあのなんだろう、そのラブクラフト的なものが訴えかけるっていうものはあると思うし、で一方でその、それこそだからバローズが言うように、はい、言語そのものがウイルスだとして、ね、うん、外宇宙から来てウイルスなんだと、うん、いう、まあ、見方もできて、だからその言語っていうのは、だからなんで言語があるかとか、それが生成過程っていうのは、まあ、いろんなセオリーがあって、うん、まあ、いろんな説もある、うん、あるし、その自然発生なのかそうじゃないのかとかね、いろいろあって、だからそこはすごくそのまだ何ていうの、こうグレーゾーンで分かんないし、はい、でその起源とかも分かんないから、言語っていうものっていうのは考えすぎると発狂するものの一つでっていうことがあるから、そこは面白いんじゃないのってことですね。まあその言葉がね、うん、言葉にこのネオノミコンのテーマっていうのは、その言葉によって現実認識っていうのは変化するという話なの、うんうん、そのこの、主人公が悪路を、うん、教わってしまったせいで、うん、世界の認識、現実認識が変わってしまうというね、うんうん、話なんで、まあ、要は言ってみれば言葉が現実を作るっていうことじゃないですか、うんうん、でそれはまあそれは当然全ての作家が多分そう言うだろうし、うんうん、まあ、アラムーは絶対言うよねっていう、うん、まあ、そうね、俺は言葉で世界を作っているし、言葉っていうのはそのぐらい恐ろしいものでもある、うん、でそのロブクラフトの言葉っていうのはまさにそういう言葉として、やっぱりそこに、うん、つまり言葉っていうのはそのなんだろう、気まぐれに使っちゃいけないもんだってことですよね、うん、すごく、うんうんうん、すごくある意味危険な武器でもある、武器というか狂気でもあるんで、そうですね、だからその、うん、まあ、言葉をないがしろにてか言葉をないがしろにしていくと人間の精神が腐るんで、うん、その取り扱いは本当慎重に
した方がいいなとか思いますけどね、それはね、うんうん、だって気が狂うのも大体あの言語の失調っていうことがすごく大きくて、うん、あの狂う人っていうのは 言語がおかしくなってくる、うんうん、だし、あのあとまあ普通に言葉が使えてるふりしてて明らかに狂ってる人とかっていうのもやっぱり聞いてるとなんか言葉がおかしいんだよね、実は、うんうん、あのえそういう言い方しかできないんだみたいなこととかよくあるから、うんうんうん、あのそれはね本当そうだと思いますね、うんうん、納税のことを考えるとね、発狂しそうになるってその通りだと思いますけどね、納税ですよ、納税納税納税、納税、ちょっとね、あのね、いろいろと今日もいただきましたが、ちょっと待ってくださいね。意外とね、傾向として多いのはですね、例えばベアハグさんからいただいております。アラン・ムーア作品はウォッチメン、キリングジョーク、スーパーマンのやつ、スワンプシングなど読みました、ね、結構読んでいらっしゃいます。その次、フロムヘルで挫折しました。あ、まあ出た。フロムヘルは難解でした。映画版はまあまあ見れました。そんな私でもネオノミコンは読みますか。ネオノミコンはバッチリです。ネオノミコンは分かりやすいですね、サクッと読める、サクッと読める、サクッと読んじゃって、サクッとこんなにサクッと読んじゃっていいんだろうかと思ったぐらいなので、なんか裏があるんじゃないかと、はい、普通は、ね、実は裏があとね、あのフロムヘルに関してはまたね、毛婦人さんが書いていただいているのが、だいぶ前にフロムヘル上下巻読んだんですが、いまいち内容がよく分かりませんでした、はい、あれは結局どういう話だったんでしょうか。読んでる最中はなんて面白いんだこの本は、うん、夢中でページをめくっていたのですが、うん、いざ読み終わったら自分が何を読んでいたのか全く分からず愕然としました。なんとなく俺その気持ちは分かる。でもそれはだからようやく不可能ってことだ。そういうことですよね。そう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 、だからそれはだからその全く正しいと思います、ね、うん、そういうことで、うん、そのだからもうある意味ね、うん、その世界を丸ごと体験するみたいな本なんで、はいはいはい、うん、なかなか一言では言いづらい。ようやくできればいいってわけじゃないからね。まあ確かに、だからまあそのなんて面白いんだと夢中でページを送っていたその瞬間っていうことですね、うん、そうそう、その時に体験があるわけだ。そういうことです、うん、だってウォッチメンでどういう話か言われてようやくできないですかね。できないよね、うん、できないな。さ、一切世界宇宙からイカが来る話ですけど、うん、それだけではないですから、ね、そう、立ち読みで海賊の漫画あの続きを知りたいんだよっていうね。いやでもで、いや、ようやくできないんですよ。いい話って本当にようやくできないんですよ、それはね。そう思います、うん、そんなところですかね、うん、あとなんか、はい、あのお便りで、はい、あのムーアの脚本、あ、スクリプトはどうなんですかっていう話がありましたけど、あのこれはね、まあ、この本を見てもらうと分かるんですけど、はい、脚本はめちゃくちゃです。ほう、あのこれ、このフロムヘルコンパニオンっていう本があって、はい、これはあのたまたまその、エディ・キャンベルっていうその作画の人が、うん、ムーアから送られたやつを取ってあったんで、はい、ムーアは整理してないし、まあ、持ってても出してこないんで、うん、あのこんな本できないんですけど、これそれがあるおかげでそれをや復活させ、あの、あ、それ超面白そうだ、見たいですね。あるんですけど、それ何て本ですか今買おう。フロムヘルコンパニオン、フロムヘルコンパニオン、アマゾンで買おう。もうね、すごいんですよ。一コマずつに、つまりこのコマは何とかっていうコマで、どっから見てアングルで誰と誰がどこにどう立っていて、こっちを向いてこの人はこっちを向いて喋ってる背景は何っていうことで全部こと細かに描写してあって、はい、でその通りに書かなくても構わないからねって一言付け加えて優しいよね、優しくないような、あのものすごい勢いでバン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 って殴って、まあそんなきつくないけどねっていうような人ですよ。12月2日か届くの、まあいいか注文しました、はい、あ、そうです、そうというぐらい、はい、大変な人だって、これ読むとよくわかるという、はい、という感じでしょうか。そうですね、もう今日もだって結構遅いですよ、遅いです、はい、あ、もうこんな時間になってしまいました。随分長くやって喋ってしまった、ね、うん、ということで、はい、はい、あのもろもろアラン・ムーアの世界、そしてクトゥルー神話の世界、ね、ね、掘ってまいりました、はいはい、すいませんね、2時間半もやってしまいました、2時間40分もやってしまいました、付き合っていただいて本当にありがとうございます。いただきました、あとあのスーパーチャットかも本当にありがとうございます、そうそう、スーパーチャットも、はい、メールもコメントを皆さんとも、はい、あのこちらありがとうございます。こちらに課金いただけると本当に、はい、はい、そして今日はこのネオノミコン、お帰りの際にはですね、いただぜひお帰りください、お帰りなさい、はい、お一人様3冊ほど3冊、はい、まあ、これで買わないってちょっとお買い求めください。これ、まあ、ここね、ぜひ、うち今これしかないんですけど。うん、
いやこの前のバージョンがあるんですけど、はいはい、その誰かにパクられちゃって貸して書いてるなぜかその岡田斗司夫の帯バージョンという、ね、うん、みんな、こんなバージョンいらないのにとか、はい、すぐ帯取って捨てましたね捨てられないんだよこれがオタクってしょうがないね、はいはい、これをぜひ、はい、でこれが出ると、はい、ヨノミコの続きが、はい、いつ来年再来年来年ぐらいには出るかな、はい、来年に買わないとダメですよね。ぜひぜひ続きをね、続きがね、続きが、はい、あと3冊ありますんで、はい、ぜひあのお願いいたします、はいはい、あ、エレキング T シャツね、はい、ありがとうございます、うん、今日はね、なんかそう水の底からやってくる化け物っていうテーマで、それでエレキングなんだ、はい、T シャツを探したらこれしかなかったこれ一応私はあのミスカトニック大学の、ミスカトニック大学のなるほど、僕は単にサタニックマザーファッカーって、はいはい、どうでもいいですけどということでお送りしてまいりました。どうもありがとうございます。多数のご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、はい、ブラックホールまた、来週あたり、来週あたり、はいね、次は次は、あれだ、あれ出てこない、あれ特集、あれ見てお話しましょうっていう、ホラーのやつ、あ、マリグナント、ホラーのやつ、マリグナント面白かった、マリグナントちょっとね、いろいろ面白かったね、などなど、はい、お送りしてまいりたいと思います、はい、それでは皆さん、また来週あたり、次回ね、さよなら、さよなら、ありがとうございました、ありがとうございました。